皆様大変お待たせいたしました。本日はお忙しい中、令和5年度スポーツインライフプロジェクトコンソーシアム総会第3回スポーツインライフアワード表彰式にご来場ご視聴くださいまして誠にありがとうございます。スポーツ庁では一人でも多くの方がスポーツに親しむことができる社会の実現を目指してスポーツインライフプロジェクトを推進しております。国民全体でスポーツに親しみ、日常生活の中でスポーツの習慣づくりを広めていくことは国民全体の健康寿命の延伸にも寄与するものとして今日強く期待されております。本事業においては関係省庁、地方自治体、スポーツ団体、経済団体、企業などで構成されるコンソーシアムがプラットフォームとなり、加盟団体が連携協働して新たな運動、スポーツの機会を創出するためのさまざまな取り組みを行っております。本日はスポーツインライフプロジェクトコンソーシアム総会と第3回スポーツインライフアワード表彰式を開催させていただきます。長時間ではございますが、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。もし遅れましたが、本日の司会進行を務めます若井由紀子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに開会の挨拶と合わせて、スポーツ庁長官室伏広治より国民のスポーツを通じたライフパフォーマンスの向上に向けて講演をさせていただきます。それでは室伏長官、お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきましたスポーツ庁の室伏です。本会を開催するにあたりまして一言ご挨拶申し上げます。はじめに、本年1月に発生しました令和6年能登半島地震においてお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。さて、スポーツ庁では第3期スポーツ基本計画に基づき、多くの人々が楽しさや喜び、スポーツを通じた心身の健康増進等といったスポーツの価値を享受できるような社会の構築を目指し、地方公共団体、スポーツ団体、民間企業と連携しまして、スポーツの実施促進を図るなど、さまざまな施策を推進しております。本日スポーツインライフアワードの大賞を受賞される NPO 法人クラブシッキーズ様の取り組みについては、社会から孤立解消を目的としたスポーツと福祉の融合事業であり、多世代かつ障害の有無を超えて参加できるプログラムの実施をされているという点を高く評価させていただきました。このほか、本日受賞されます各団体、各企業の取り組みにつきましても、それぞれの創意工夫を評価させていただきました。また、スポーツ庁としましても、皆様と共にこういった素晴らしい施策、取り組まれた内容を生かして、また施策に取り組んでまいりたいと思いますが、スポーツ庁では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会で得られた科学的知見の一般への普及と、新たな視点でスポーツの価値を高めるためのコンディショニングに関する研究を推進しております。後ほど研究を受託していただきました早稲田大学、筑波大学の各研究室から研究成果を発表していただくことになっております。ご参加の皆様方におかれましては、情報収集も行っていただきまして、得られた成果を生かしてスポーツによるライフパフォーマンスの向上につなげていっていただきたいというふうに考えております。冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。
戻っていいですか。そうですか。ありがとうございました。続きまして、スポーツインライフ推進プロジェクトの一環として実施しておりました3ヶ月チャレンジ身体機能向上プログラムについてご紹介をさせていただきます。こちらの映像をご覧ください。今日私が提案するセルフチェックは、専門家を介したり機材を使用したりするものではなく、自らの感覚、視覚、そして認知機能を使って一人でチェックできる方法です。本日3ヶ月チャレンジの初日ということで、詳しくは事務局の方からご案内させていただきますけども、今日の体験を踏まえ改善エクササイズを行っていただき、体の機能の問題点を改善させ、仕事を含め日頃の活動がより効果効果的に行えるよう取り組んでいただきたいと考えております。職場でまた家庭で、決して無理のない範囲で、スポーツインライフを目指してセルフチェックや改善エクササイズを続けて、いければというふうに思っております。自分の体、道具を使わないで体を使って分かるようになっている。体の機能を自ら確認、感覚、パーセプションありますね。自分が感覚がどうなってるかっていうことが、感覚を使ってやりますので、アウェアネスも高めていくことが、自分の今現代人足りないのは自分の体にオーナーシップを持っていないっていうことで、人に見てもらったり客観的なものを見ないと心配でダメだということもありますけども、でもこれは自分でもチェックできるというになっています。1番はやっぱり胸椎の可動性、2番が足腰の筋力、3番が肩の安定性と筋力、上体の筋力で、4番が股関節の可動性、肩甲骨という順になっています。胸椎の可動性、これもさっき控室で金岡教授とも話してましたけど、年齢とともに使わないとどんどん骨も固まってきちゃってですね、できるだけ早いうちから胸椎の可動域をやっていく方が、骨自体固まってきてしまうということもありますので、まあ、やる方がいいと思いますが、通常はマッサージとか誰かにこう寝転んでやるマッサージやったりとか、あとは自分で寝転んで胸椎を開いてやるっていうのも、これもいいんですけども、ここでは立った状態でやります。まあ、ここに書いてあります通り、胸椎の可動性の低下は、肩の痛みだったり腰痛が発生する、まあ、原因の、そうですよね、胸椎が硬いとその分腰をひねらなきゃいけなくなってしまったり、回旋するとき回旋がうまくいかないので肩に負担がかかるとか、野球の投球だったりバレーのスパイクとかですね、さまざまなこういう回旋運動を伴うようなものにも、関係してくるということで、こちらの通りになります。皆さんやってもらうんですけど、自分の前にこう円を、丸い円を作ってもらって、その円を崩さないように細かく、ちょっと膝をしゃがんでもらって、細かくこういけるとこまで回旋し、また戻してくると。普通はこっちをやるんですけども、これ逆にしてます。その方が安全でないかというふうに思いますけども、これをじゃあ早速皆さんにも用意していただいてますけども、立っていただいてやりたいと思います。前向いてもらう。はいはい。で、これを崩さないように、小刻みに。ゆっくりゆっくり。はいはいはい。このぐらいですか。はい。で、それ以上いくともう崩れてるので、崩れる前でいいです。ああ無理しちゃう、崩れたら向きになってやらないようにしましょう。これ楽しくやります。そうそうそう、はい、ゆっくりスローペースで、この辺からまだいい、まだ、はいはい、このぐらいでいいんじゃないですか。で戻って、で徐々にできるようになるんで、1回でできるようにならなくていいです。3ヶ月あります。ここがスタートだと思ってください。ぐしゃっと潰れてるとこじゃなくて、上がスタートだと思って、でゆっくり下ろしていき、お尻が触れるぐらいでまた上がってくる。ドスンとお尻をこう下で休めないようにしてほしいとです。できる範囲でいいですので、左右やってみましょう。ゆっくり下ろすときに一番筋力がつきますからね。ストーンってやったら筋力つかないですからね。はい、もう余裕ですね。はい、ゆっくりゆっくり下ろす、ゆっくり、そう、ゆっくり、そう、はい、はい、いいですね。はい、ご苦労様です。これで一通り終わりました。
はい、明日は本当筋肉痛になるかもしれませんね。普段運動してる人も使ってない筋肉結構どうでした？どう思いました？細かいの使ってないたくさんあるでしょ、はい、なんでそれぞれのレベルに合わせて今日はできたと思いますし、まあ、ぜひですね、皆さんせっかく今日やってっていただいたので、まあ、3ヶ月なかなか大変かもしれませんけれども、継続して、まあ、一人でやるのもあれですから、もしあれでしたらね、皆さん社員の方だったり周りの方と声かけていただいて、まあ、場所もそんなにね、今日もオフィスで文科省でできましたので、ある程度どこでもできる、家でもね、ちょっとした合間にできるのかなと思います。まあ、本当に今日ちょっと伸びてしまいましたけども、大変有意義な時間を過ごすことができました。またみんなで集まりましょう。本当に今日はありがとうございます。皆様には映像をご覧いただきました。そして室伏長官、ここから講演もいただいてよろしいでしょうか。ご登壇もお願いいたします。はい、はい、改めまして、またこれが講演の機会いただきましたのでさせていただきたいと思いますが、3ヶ月チャレンジに皆さん参加していただいた方たくさんおられますけども、そうですね、改善した方も結構おられますし、点数が上がったりとかですね、そういうのを聞いてますけども、本当一生懸命やっていただいて、まあ、この後も話しますけども、体ただ単にスポーツすればいいってだけではなくて、まず自分の体の機能がどうかとか、リテラシーを高めることからスタートしなければ、まあ、継続率にも結びつかないかと思いますので、まあ、そういう意味で本当に皆さん頑張って参加していただいた方、素晴らしかったと思います。では国民のスポーツを通じたライフパフォーマンス向上に向けてということで講演させていただきます。15分程度ということになっております。はい、まず、スポーツ、我々スポーツ庁はですね、スポーツ基本法をもとに、施策を取り組んでおります。まあ、スポーツを通じて、幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であるとし、健康の保持増進や安全の確保等の規定、まあ、様々書いてますけれども、こういったスポーツ基本法という理念法ですけれども、これに基づき5年に一度スポーツ基本計画というものを策定することになっておりまして、今現在第3期のスポーツ基本計画に取り組んでいるところになります。12の総合的かつ計画的に取り組む12の施策ということで、さまざまな取り組みを行っております。こういった特に5番のスポーツによる健康増進ということも、スポーツ庁では当然オリンピック・パラリンピックもトップ選手も強化もやってますけども、こういった健康増進も大変重要な政策の一つになります。その他、まあ、スポーツとビジネスであったり、スポーツと成長産業化とか、さまざまなスポーツインテグリティ、まあ、さまざまな取り組み、まちづくりもですね、表彰させていただいたりもしてますけども、有料な自治体ですね、スポーツを通じた健康増進であったり、スポーツを核としたして町を盛り上げていこうと、まあ、さまざまなことをさせていただいております。これはこの間シンガポールで使ったスライドで英語になってしまってますけど、今現在スポーツインライフ加盟がですね、3352団体ということで、もう随分増えてまいりまして、これはできるだけ多くの方にスポーツに関係する参画していただけるような取り組みとして、まさにこういうスポーツインライフプロジェクトというものを推進してまいりました。さらにまたこういったスポーツエールカンパニー、健康経営を目指すような社員一人一人の心と体の健康に取り組み、それが
企業としてもですね、いるような企業になっていくようにということで、スポーツエールカンパニー、こちらに関しても1246企業を今加盟していただいて、おります。そういう状況でスポーツ庁としましても、こういった加盟スポーツに参画して、心と体を健康にしていこうというムーブメントが、こういった取り組みによってどんどん大きくなっていっているところかと思います。これはもう当たり前のことなんですが、運動習慣なんで大切か、いろんな、エビデンスもございますけども、こういった運動機機能の低下だったり、生活習慣病、要介護者 の数の増加とかですね、高齢化社会に対して我々は内科機系も もちろん重要なんですけども、こういった体の外の機能に関しても十分着目していく必要があるというふうに思います。エビデンスでは1日8200歩歩くことにより、こういった生活習慣病のリスクが抑えられるということも分かってきています。なのでエクササイズをする、運動すること、それはハードなトレーニングだけじゃなくて、モデレート、軽い、そういった運動も大変重要なことかと思います。でスポーツ庁ではですね、週1回の運動実施率を 70% 以上ということで目標に置いています。なかなかその目標に達成することはなかなか難しいんですけども、でもこれも一生懸命取り組んで、いかにして運動に皆さんに参加していただくかっていう取り組みも行っています。一方で、ただ参加すればいいということをやるんではなくて、こういった量的なものから質的なものにもしっかりやっていこうということで、このように右にありますように大きく運動の要素ですね、4つに分けて、筋骨格系、神経系、呼吸循環器系、メンタル系とかですね、こういうふうに分けて、どこにフォーカスすればどういう効果があるかっていうことをしっかり取り組んでいこうという目的を持ったスポーツ運動の実施により、こういった能力を開拓していくということも取り組んでいます。でご存知の通り、皆さん今年はオリンピック・パラリンピック・パリ大会がございます。トップアスリートの支援も、こういったソフトの面といいますと、大会直前にどんだけ調子良くても大会直前に調子が崩れてしまってはいけませんので、現地のでそういったサポートハウスを利用していただいたり、できるだけ最高な状態でコンディショニングを整えるように、こういったソフトの面なんかも支援させていただいたり、ハードに関しては北区に、東京都の北区西ヶ丘にありますナショナルトレーニングセンターに、オリパラ障害有無に関わらずトップアスリートを強化を行っており、またさまざまなスポーツといいますと、海で行うスポーツもあったり、水辺、氷、雪、室内、屋外、いろいろスポーツもいろんな種類がありますけども、それに対応した50以上のそういった施設ですね、競技別強化拠点として設置させていただき、日頃選手の強化に当たっております。で我々は、スポーツっていうと最近 e スポーツはスポーツかとか、チェスもアジア大会入ってますし、ボーリングももちろんボーリングもあれ昔からのスポーツですけども、いろんなスポーツ、がこれもスポーツかっていうものがあって、そういう議論がありますけども、それはそれでその時代の方々が考えていくことかもしれませんが、我々はこのスポーツを支える、体づくりだったり、エクササイズ、ウォーミングアップ方法、コンディショニングと言われるようなことに着目をし、どれだけいい技術があっても、いいコンディショニングが整ってなければハイパフォーマンスは行われないわけですから、この土台となるコンディショニングというもの、ハイパフォーマンスで培われた知見をライフパフォーマンス、一般の方にも還元していこうということで、これをライフパフォーマンスと言い方を今してますけども、クオリティライフ、さらに健康より先を目指すというようなイメージで施策として取り組んでいます。
健康ライン、まあ、皆さん健康を目指すっていうんですけど、健康の先にこそそのライフパフォーマンスというものを目標に置き、例えば健康ですと病気にならないように、怪我をしないようにということも大事なんですけども、何かあっても早く回復したり、気力が充実して、心身ともに充実していればですね、回復力に富んだ生活だったり、キビキビした生活、仕事の生産性が向上するとかですね、何かあった場合にすぐ回復するような、まあ、そういったものを目指すことが大切なと。それがまあライフパフォーマンス、まあ、パフォーマンスというとアスリートに使うような感じもしますけども、これはそれぞれの世代年代において最高の状態をに持っていけることをパフォーマ、それぞれのライフパフォーマンスが高いとか、まあ、こういうふうに言うように、今まさにそういう取り組みをしているところになっております。ライフパフォーマンス向上に向けた目的を持った運動スポーツの推進についてのこちら概要になりますけども、今まさにこういう多様な人々のスポーツを通じてライフパフォーマンス向上に向けて、まあ、取り組み、この施策としてこれを取り組んでいこうという、これはスライドになります。そういう中にこの先ほど3ヶ月チャレンジでやっていただきました、このセルフチェックですね、スクリーニング方法と、あと改善運動、体の外の機能を元気にしていこうという取り組みを推進してやっております。専門家によるこういったスクリーニング方法っていうのは存在しますけども、体の機能を総合的に点数化定量化された体の外機能をスクリーニングできるような方法は世の中世界中こういうものはなくてですね、でこういった点数化してエビデンスも随分たまってきております。年齢とともにカーブが年齢とともに点数が落ちていくっていうのも分かるかと思いますけども、いかにしてこれを落とさないようにするかっていうことを取り組むことも大切です。駅伝のトップランナーに半年前にスクリーニングをして見たところ、46点以下の選手は3週間以上のトレーニング試合から離脱してしまうような怪我をするという、怪我の予測もできる。なので、トレーニング機能があまり悪い人がですね、運動を無理にさせて怪我をしてしまうというものも予防できるんではないかと思います。また痛みとの関係も、痛みとの関係も、非常に点数ともあるということ。また一番右ですけども、介入の前と後では運動療法ですね、して改善している様子が2週間であるかと思いますけれども、体の機能は2週間ぐらいでもかなりアップしていくことが分かっています。ですので、2ヶ月とか3ヶ月やっていきますと、さらにそういった体の機能は継続的にこう安定して改善していくんではないかというふうに思います。これは最新の今投稿中のエビデンスになりますけど、800名のさまざまな、10代から80代までの方々のスクリーニングを行いまして、見たところ、当然ですけども、年齢とともに体の機能は落ちていっていると。で、高度なその統計でですね、測定して、そのどこで一番落ち始めるのかっていうことを測定計測調べました。なんかロコもフレイルって言われてますから、まあ、60歳70歳ぐらいから、まあ、体の外の機能は衰えていくんではないかというふうに予測してたんですが、実は、まあ、49.1 歳で急激に人間の体の外の機能落ちていってしまうことがもう分かってきています。ちなみに上半身体幹下半身と分けてみたときにですね、女性はですね、上半身の筋力、バランス、柔軟性が男性よりももっと早く急激に落ちるということが分かってきています。なので、女性の下半身のことはよくロコモフレイルで言われてますけど、実は上半身の筋力っていうものも実は結構重要なんではないかというふうに思っています。このように、エビデンスもできてきています。でこれらをどう施策に生かしていくかということになりますけども、皆さんご存知の通り、国民総生産 GDP はですね、
こういった今後日本の労働力が落ちてくるということを言われてますけども、でその中で50歳を機にデスクワークに一気に増えていく傾向があるということを聞いています。そういう意味でも先ほどの 49.1 歳じゃないですけども、10年でもそれを遅らせて、体が使えるような仕事ができる人が増えれば、当然そういった労働力にもなってくるのではないかというふうに思います。こういった労働生産性プレゼンティーズム、こういったところにも体の外の機能が影響しているのではないかというふうに思います。右側は医療費削減で、具体的にはこういった、内科機系もありますけども、腰痛肩こり、そういったもので、薬の乱用なんかもですね、オーバードースの問題、痛み止めを使わないともう生活できないみたいな問題もあってですね、こういったことに運動機能を改善するような運動エクササイズを行い、痛みを軽減するできるものも、この後これは金岡教授の方からご紹介、東川町のいただきますけども、こういうもので、医療費削減に、貢献できる薬との付き合い方、も現代人にとって大変重要で、スポーツはアンチドーピング そういう哲学を持ってますけども、一般の方もただ薬で何でも済ますってことではなく、やはり上手にどう付き合うかっていうことも大切なことになってくるかと思います。そういう中で、今コンディショニングの話などさせていただきましたけども、スポーツ庁らしい研究っていうのはどういうものがあるのかっていうことで、こういった、3つのこういった研究プロジェクトを、コンディショニングによる研究を行って、まさに今日発表していただくんですけども、一つはスランプの要因のスランプ研究ですね。スポーツらしいですね、ジストニアスランプ、イップスとか、こういうものが何で起こっていくのか、そしてこれがどう、元に戻っていくのかみたいな研究ですね。で、2番目に運動機能の低下に対する地域における効果的な運動療法のあり方に関する研究は、今日早稲田金岡教授や発表していただきます。でスポーツの価値を高めるための運動スポーツが体に与える影響に関する新たな研究促進と医学的知見の集積に向けてということで、こちらは木越先生は、はじめ筑波の先生方に発表していただきますけれども、今日大変皆さんも楽しみにしていただければというふうに思いますが、明日もですね、スポーツ庁の方で記者懇談会を行うことになってまして、これは YouTube でも出ると思いますけども、こちらでも詳細また研究発表の方をさせていただくことになっています。はい、これは東川町の話で、これはもう金岡教授にもうやっていただくことになってますけども、後ほどで、東川町の取り組みで、分かってきたことですけども、まず先ほどのスクリーニングのエビデンスは、そのスクリーニングそのもののエビデンスはあります。さらに今回金岡教授早稲田大学の取り組みで、この実証フィールドを町単位で行って、これがどうなったかっていう新たな、さらにその上をいく研究の内容エビデンスが今回構築されました。こちらは細かいところは金岡教授にお話していただきたいというふうに思いますが、さまざまなものが改善していったということが分かるかと。で右側ですけども、我々は行政ですので、どうしてこんなことが町でこういう取り組みができたかっていうところに関しては、ここに記載ありますように、通常自治体の中でですね、うまくここ東川町におきましては、健康福祉課にライフパフォーマンス室というものを作られてですね、それを包括的に取り組んでますけど、こういうスポーツと福祉っていうものが教育、大体スポーツは教育庁教育関係に入ってるんですけども、健康福祉との連携が非常にうまくいっていたというところが大変重要なポイントだったかなというふうに思います。これはさらにこういったさまざまな
国の支援も含めて地域おこし協力隊であったりとか地域活性化企業人とかさまざまなこういった施策のところも引っ張ってくるようなですね取り組みを本当にこの課を超えて取り組まれで、なんでできたかっていうとやはり首長町長さんのリーダーシップとあとはそれぞれをやはり経験仕事の経験をしている福祉の方をやってた方がスポーツクルことでやってたりとかですねそういう人事のそういったいろんな面で交流があることがいいそのエビデンスさらにはこういった行政のメカニズムが大変うまくいってたっていうケースかと思いますけれどもこれは今後この東川町モデルみたいな形で展開参考になっていくものかなというふうに思っています。はい、はい、こちらで以上になりますが研究発表を楽しみにしております。また3ヶ月チャレンジの頑張った方も表彰させていただけるということで今日楽しみにしておりますけれども以上になります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。それではそのままお残りいただきましてこの後プレゼンターをお務めいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。それではここからは3ヶ月チャレンジ身体機能向上プログラムを実施した中でセルフチェックのスコアが最も高かった方を3名ご紹介いたします。またセルフチェックのスコアが最も伸びた方を1名紹介いたします。なお4名の皆様には室伏長官より参加証書をお渡しいたします。まずお一人目です。セルフチェックスコアが50点となりました損保システムズ株式会社山本豊様です。ご登壇ください。それでは参加証書のお渡しです。もう見た目から健康なような素晴らしい、はい、参加証書、損保システム株式会社山本豊殿、あなたは令和5年度スポーツインライフ推進プロジェクト3ヶ月チャレンジ身体機能向上プログラムにご参加いただきましたことを称します。令和6年3月5日、スポーツ庁長官室伏広治、おめでとうございます。おめでとうございます。それでは山本様から一言気持ちをいただきたいと思います。はい、山本豊と申します。本日はありがとうございます。私実は今年の暮れをもちまして60歳の節目を迎えます。30歳40歳と趣味にしておりますランニングに取り組んできておりましたが最近は加齢に伴う衰えを感じておりまして今回このプログラムに参加させていただきまして改めてですねセルフチェックの大切さそこから機能改善を図るということについてですねこの取り組みの重要性というものを実感をさせていただくことができました。本当に意義のあるプログラムに参加させていただきましてありがとうございました。先ほど長官の講演の中にもありましたライフパフォーマンスを向上するとこれはとても大切な意義のあることだというふうに感じております。職場の中でも、仕事のパフォーマンスを上げるそれから私のようにもうリタイア間近なものにとってはその後の人生を実りあるものにするとこういったことにも重要な役割を果たすのではないかとこのように考えております。こういったスポーツに対する意義の理解であるとかスポーツリテラシーですねこういったものを高めるために職場の中でも一層取り組んでまいりたいと思います。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。ありがとうございます。それではお二方で記念撮影を行いたいと存じます。カメラマン前におりますのではい笑顔いただきます。撮影を行っております。
はい、ありがとうございました。おめでとうございます。山本様ご講談ください。続いての発表に参ります。お二人目の方はセルフチェックのスコアが同様に50点となりました。東京都鉄に健康保険組合佐藤陽一様です。どうぞご登壇ください。参加証書、東京都鉄に健康保険組合佐藤陽一殿以下同文になります。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは佐藤様から今のお気持ちを聞かせいただきます。東京都鉄に健康保険組合の佐藤と申します。私は仕事で組合員の方に保養所ですとかスポーツ施設の案内、また歩行会というイベントを開催しまして、体を動かそうという呼びかけを行っております。今回のプログラムに参加して、日によって調子のいい日では体が楽に動かせたり、日によってはちょっときついなと思いながら取り組むこともありました。私も走っているんですが、調子のいい日には運動量を多くしたり、調子の悪い日にはストレッチの時間を多く取ろうというふうに、自分の体の確認ができたことが良かったことだと思っております。職場の中でもちょっとした時間に同僚や上司と隙間時間を使って体を動かして楽しく取り組ませていただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。お二方で記念撮影を行います。はい、どうぞ正面をお向きください。佐藤様おめでとうございます。ご講談ください。続いての発表に参ります。3人目の方はセルフチェックのスコアが同様に50点となりました。株式会社ファミリーマートマリア様です。おめでとうございます。どうぞご登壇ください。参加証書、株式会社ファミリーマートマリア殿以下同文になります。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは真様から一言言葉をいただきたいと思います。はい、株式会社ファミリーマートマリアと申します。本日はこのような素晴らしい賞をいただきまして誠にありがとうございます。健康管理室という部署に所属していて、社内の皆さんの健康の向上に努めてきました。残念ながら今回は部署移動になりまして、スポーツをやる健康になるということは、終わりがないですので、これからも職場の皆さんに広げていきたいというふうに思います。ありがとうございました。おめでとうございます。記念撮影です。正面を向きいただきます。マサマおめでとうございます。ご講談ください。続いての発表に参ります。セルフチェックのスコアが最も伸びた方をご紹介いたします。明治安田健康開発財団宗島純様です。ご登壇ください。プログラムの実施前は43点であったところ、実施後は50点に伸びました。参加証書、明治安田健康開発財団宗島純殿以下同文になります。おめでとうございます。おめでとうございます。
根島様から今のお気持ちをお聞かせいただきます。明治安田健康開発財団の根島と申します。私ですね、去年の3月までフィットネスクラブのトレーナーとして仕事をしておりまして、今年の4月からですね、去年の4月から今の明治安田健康開発財団というところで、主に自治体や企業様に向けてセミナーを行っているというふうな内容で行っております。で、私自身はもともとトレーニングをしたり体を動かすことが大好きなので、比較的こう習慣化することは難しくなかったんですけれども、今はいろいろないわゆる無関心層と呼ばれる方に対してのアプローチがとても必要だなと思っておりますので、そういった方々にどうすれば運動とかを行っていただけるかということを常日頃考えておりまして、こちらのプログラムをぜひ今後有効活用させていただければと思っておりますので、皆様も引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。記念撮影です。根島様、おめでとうございます。ご登壇ください。以上、3ヶ月チャレンジ身体機能向上プログラムの発表を終了させていただきます。室伏長官、ありがとうございました。続きまして、第3期スポーツ基本計画において国は地方公共団体やスポーツ関係団体、民間事業者、経済団体等に対し、科学的根拠に基づき、スポーツによる健康づくり、コンディショニングの方法等の健康に資するスポーツに関する情報を分かりやすく発信することとしています。こうしたことを踏まえ、スポーツインライフ推進プロジェクトの一環として取り組まれたコンディショニングに関する研究の成果を2件発表させていただきます。はじめに、運動器機能低下に対する地域における効果的な運動療法のあり方に関する研究について、早稲田大学スポーツ科学学術院教授金岡浩二様より発表をしていただきます。金岡様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、早稲田大学の金岡と申します。今ご紹介いただきましたように、地域における効果的な運動療法にあり方に関する研究について発表させていただきます。私もともと整形外科医で水泳のチームドクターをしたりしてました。で、これシドニーオリンピックに帯同を初めてさせてもらった時のことなんですけども、選手たちの健康を守るというのが私の仕事で行ったわけなんですけども、残念ながらこの選手が腰痛で200メーター平泳ぎというレースを棄権するという事態に陥ってしまいました。私は背骨を専門にする医者なんですけども、結局この選手をちゃんとレースに出せてあげることができなかったというふうな、かなり辛い経験をしました。で、その後水泳の選手に腰痛がどのぐらい発生しているのかっていうのを調べたんですけども、一番左端の2002年の時には 33% の日本代表選手に腰痛がありました。これメディカルチェックの結果なんですけども、でその後2008年からこの上に絵があるようなエクササイズを、これをモーターコントロールエクササイズというんですけども、このようなことを重点的に行うことで2016年には 11% に減ったという、トップアスリートに対する運動介入が腰痛に有効だったというような結果が得られております。やってたエクササイズっていうのは、ここにあるようないわゆるスタビライゼーションエクササイズという名前で呼ばれてるんですけども、体幹のエクササイズですね、これを重点的に行うようになって、で選手たちはその後もう自らがアップの時に自分たちでコンディショニングとしてこれを行うというふうなことをしておりました。でこれは日本の競泳のチームがオリンピックで取ったメダルの数なんですけども、
まあ、この2008年の北京オリンピックの時からそのような介入を始めて、でその後競技成績もそこそこ良かったというふうなことから、まあ、このようなエクササイズというのはおそらく腰痛予防だけじゃなくて競技パフォーマンスを高めるのにもいい影響を与えているのではないかというふうに考えております。でもちろん水泳選手たくさん筋トレもやりますしストレッチもやりますし、まあ、有酸素運動を行っています。でもそれに加えてモーターコントロールのエクササイズそのようなものも有効だった、まあ、そういうふうにバランスよく行うことが必要なんじゃないかと思います。先ほど室伏長官の方から少し紹介ありましたけども、運動、エクササイズ、スポーツ、それはさまざまな種類があります。それぞれをちゃんとした自分の目的に合わせて行うことがとても重要なんだと思います。やみくもにやるんじゃなくて必要な目標に向かって目的に向かって運動を選ぶそのような考えが必要だと思います。左端は筋骨格系に働く筋トレやストレッチで、その次が先ほど言った体の使い方を覚えるようなモーターコントロールエクササイズで、心肺機能、持久力を高めるような有酸素運動で、運動はメンタルにもポジティブな影響を及ぼすだろうというようなことが考えられます。で昔から心技体というふうに言うと思いますけど、まあ、心はメンタルですよね。で体、体はフィジカル、先ほど言った筋力、柔軟性、持久力、まあ、これを高めるためには筋トレ、ストレッチ、有酸素運動能力を高めるような運動が必要で、それに加えて体を動かす技、スキルとも言えると思いますけども、まあ、これが中枢神経に働く筋肉の使い方を学習するモーターコントロールを良くする、まあ、そのような考え方でこの3つが大きく分けられると考えていいと思います。よく例えられるのが栄養、栄養にもいろんな種類ありますよね。炭水化物、脂質、ミネラル、ビタミン、まあ、このように、食事にも種類があります。その種類をバランスよく食べることが健康に必要だということは皆さんもよく知っていると思いますけれども、運動にも種類があってバランスよく行うことが大事なんではないかと言われています。でまた東京オリンピック東京2020では選手村に併設したポリクリニックという病院施設があるんですけれども、そこに併設したフィットネスセンターでそのエクササイズを指導して選手の痛みを減らす、パフォーマンスを高める、そのようなことが行われていました。で室伏長官はこのようにトップアスリートに対するハイパフォーマンスに対するサポートを一般の国民に対して介入することでさまざまないいことが生まれるんではないかと、まあ、それを東京2020のレガシーとして残したいということで、研究を、計画していただいて、で我々早稲田大学で一つの研究を受託して、実施することになりました。内容としては先ほど水泳選手に行ったようなエクササイズが一般住民に対しても有効かどうか、それを明らかにするような研究でした。100名募集したんですけども、集まったのは76名の方々で、男性20名、女性56名、平均年齢は51歳でした。北海道の東川町という小さな町で行わせていただきました。これがそのキックオフセミナーで、長官とRボディの鈴木代表と3名で講演を行って、住民の方々にこれから行う方法について説明するようなことをしました。で参加したきっかけとして、まあ、人それぞれさまざまなきっかけがあるんですけども、まあ、健康への関心がある、運動不足、冬の運動不足に備えて体力をつけておきたい、まあ、腰痛があるから、まあ、いろいろとそのような個人個人に動機がありました。で継続率3ヶ月行ってもらったんですけども、まあ、いろんな理由で途中脱落する方はいるんですけども、継続率は 88% でした。これはかなり高い数字と言っていいと思います。まあ、継続率が高かった理由として、ある程度効果が、自分で実感できたからとか、まあ、あとは近所の人が一緒にやってるからとか、まあ、馴染みのトレーナーが教えてくれてるからとか、まあ、いろんな理由がありましたけども、継続させていく秘訣、まあ、それもこの中で得られたんじゃないかなと思います。介入したエクササイズは
このようなちょっとたくさん写真出してますけれども、先ほどトップの水泳選手たちがやってるのと同じようなものも結構含まれています。で、これを3ヶ月、週に1回は通ってもらって対面で教えて、で自宅でできるだけたくさんやってくださいという形で実施しています。その結果なんですけれども、介入前と後で調べた項目についてちょっと代表的なものを紹介していきますけれども、先ほど長官のスライドにもあった労働生産性、プレゼンティーズム、これがある程度仕事に対するあるいは生活に対するパフォーマンスを、主観的ですけれども表す数字と言っていいと思いますけれども、介入前が 78% だったのが介入後は 85% に改善しています。で、一番私が注目していた腰痛なんですけれども、腰痛があった方は介入前は22名で介入後15名に減っています。なかなかゼロというわけにはいきませんけれども、普段の生活をしていく中で同じような生活をして同じように負担がかかっているのに腰痛は減っているということでした。で、また腰痛の程度、それも 3.6 から1.6 に軽減しておりました。肩痛や膝痛はあまり明らかな効果というか、明らかなその優位差といいますけれども、統計学的な変化はなかったというような結果でした。で、いろいろと計測してるんですけれども、この柔軟性は先ほど言いましたけれども、心技体で言えば体の要素と言っていいと思うんですけれども、体の要素として、ハムストリングスと大腿直筋、太ももの前と後ろの筋肉の硬さを計測したんですが、その値には変化はありませんでした。これ増えてもいいのかなと思ってたんですけども、改善ありませんでした。ですけども、骨盤を動かす能力、こう四つ這いになって骨盤を前に傾けたり後ろに傾けたり、その動かせる角度を計測したんですけども、介入前よりも介入後の方が大きく動くことができるようになっていました。つまり骨盤のこの動きを制限するのには、先ほどの大腿直筋、ハムストリングス、太ももの後ろと前の筋肉がこの動きを制限するわけですけど、その筋肉が柔らかくなっていないにもかかわらず、この骨盤の動きは良くなっていました。骨盤を動かすには、体幹にあるいわゆるインナーマッスル、腹横筋と多裂筋という筋肉が重要な役割をしています。おそらくエクササイズを3ヶ月やることで、この筋肉がうまく使えるようになって、骨盤を前後ろに動かすことがしやすくなった。そういうふうに考察して考えております。つまりエクササイズによって骨盤のモビリティ、動きが良くなったということが言えるかと思います。で、いろいろと計測したんですけども、このバランス能力を測るような点数も優位に改善しておりました。そして先ほどご紹介あった工事アウェルネス、室伏長官が考えた身体機能を評価する評価方法、これも全員介入前後で評価しております。そしてその点数は介入前が32点から介入後は38点と優位に改善しておりました。おそらくこの工事アウェルネス、これはヒューマンモビリティ、人の動きを評価することができるツールなんだろうと思います。もちろん筋力や柔軟性、それも評価してるんですけど、それに加えてその人が自分の体を動かすことができる能力も評価できていたということだろうと思います。先ほど43点の方が50点になったっていうのは、あれすごいことだと思います。もちろん50点満点取ってる人はすごいんですけども、でも3ヶ月で43から50に改善させた、ちょっと後でお話聞きたいんですけども、それは素晴らしい成果だと思います。で、それに加えて、それらの改善が得られたのに加えて、腰痛が減っていたと、おそらくは体幹がうまく使えるようになって、骨盤の傾きも自分でうまく調整できるようになって、それで腰の骨や筋肉への負担が減って、それによって腰痛が改善したんだろうと考えています。これ、NHK で先日結婚発表された大谷翔平選手が語っていた一言なんですけど、すごく私にとって印象的だったのが、フィジカルに関してはスキルと違って一瞬で獲得できるものではない、つまりフィジカル、筋力や柔軟性や持久力、それはなかなか獲得するためには時間がかかる、
おそらく半年1年そのぐらいかけないと変わらないんじゃないかなというふうには思います。もちろんいろんな項目がありますけどね。で、実際先ほどの3ヶ月の介入では柔軟性は変わらなかった。もっと長く続けてたら多分変わってくるんだろうとは思います。ですけども、スキル、体を動かす動かし方、それは3ヶ月という短い期間で変えることができたというふうなことで、これは先ほどの我々が得た結果と同じような感覚なんじゃないかなと思っております。これも室伏長官先ほど出していたスライドと同じことを言ってるんですけども、横軸に身体機能、その人それぞれの体の機能、筋力、可動性、協調性、持久力、心理、先ほどの心技体の要素、それを高めていくことでパフォーマンスは高まっていきます。この緑のラインが日常生活レベル、ある意味健康レベルと言っていいと思います。病院に行かなくてもいいレベル、これから下がっちゃうと病院に行ってリハビリテーションしなきゃいけなかったり、薬を飲まなきゃいけなかったり、でさらに機能が下がった人はだんだん寝たきりに近づいてしまうんではないかと、要介護が必要、要介護になったりとかですね、まずそれからなるだけ離脱して上に行く必要がある。でもこの緑の線よりもちょっと上にいるから安心していいっていうわけではないですよね。なるだけこれを高めておく、室伏長官先ほど素晴らしいデータ出されましたけど、49歳からみんな身体機能はもう数字で表れて低下していくわけですね。いかにそれに上がらがって高い機能を維持するか、それが我々に与えられた課題なんじゃないかなというふうに思います。そのためには身体機能を高めてライフパフォーマンスを高めて、障害疾病の予防、健康寿命の延長、それに、努めていく。ただ、やれって言われてやるのは嫌ですよね。それが楽しくできるようになってほしいなというふうに思います。で、今後の課題なんですけども、先ほどエビデンスとして紹介した東川町のモデル、それをできるだけ他の自治体にもやっていただけないかというふうなこと、あとは先ほどの室伏長官の工事アウェアネス、ああいうふうな評価方法を普及して、運動器の機能を評価する方法を普及して、メタボリックシンドロームはきちんとした診断基準があって普及して、それをクリアするために皆さんいろいろと頑張りますけれども、それと同じように工事アウェアネスで自分の身体機能を評価して、それを少しでも高めよう、落とさないようにしよう、そういうふうなことを普及していくことが必要なんじゃないかと思います。そのような考えで室伏長官、シンガポールでもそういうふうな考えを広めたいということで、先週一緒にシンガポールに行かせていただいて、今話しているようなことを話させていただきました。で、また3月3日には先週ですけども、沖縄の読谷村でその村が行ったイベントで、ライフパフォーマンスを高めるにはというふうなことでイベントが行われました。こういうのもいろいろと増えていって、国民がもっとスポーツに親しんで健康になっていくような環境になっていけばいいんじゃないかなと思います。どうもご清聴ありがとうございました。金岡様、ありがとうございました。それではこれより次のステージの準備がございますので、お待ちください。続きまして、スポーツ観戦が感染者の健康増進、ウェルビーイング及びスポーツ実施に及ぼす影響について、筑波大学体育系准教授木越清信様、助教松井隆様より発表をしていただきます。木越様、松井様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。筑波大学の体育系木越と申します。今年度の研究課題は生化学担当の松井が担当してくださいましたので、後半松井とバトンタッチしてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、早速、説明をさせていただきます。我々が採択いただいた研究テーマは、スポーツ観戦が、感染者の健康増進ウェルビーイングおよびスポーツ実施に及ぼす影響というテーマでございました。我々大学のオリジンとして、鹿野次五郎先生の教えを受け継いでおりますので、その影響もありまして、真のインクルージングスポーツの開発ということで学内で細々と、研究プロジェクトを進めておりました。まあ、それを我々自他共栄の科学プロジェクトと呼んでいたわけですけれども、一人でその行うエクササイズの効果については、まあ、これまでも広く知られていると思います。それに対して、最近その複数名で行うことによって絆が形成されたりという効果が確認される可能性があるというエビデンスが少しずつ出てまいりましたので、その個人の運動としての活力と、それから複数名で行うその絆と、その関連性みたいなところを、確認していくと、いろんな効果が得られるんじゃないかと。その中で、いくつもあると思うんですけれども、例えば、e スポーツを、コロナでなかなか、対面が、できなかったので e スポーツで、どんな効果があるかとか、それから、もう一つはその見るスポーツですね。今右の下にありますけれども、みんなで見るっていうことがもしかしたら効果があるんじゃないかというようなことを検討しておりました。それで、先ほど申し上げたそのみんなでやるっていうことの意義として、まあ、孤独の解消が挙げられると思うんですけれども、この孤独っていうのはこの下にも示しましたが、まあ、運動不足やそれから喫煙、過度の飲酒などの生活習慣よりも大きな健康上のリスクファクターとなり得るということが示されております。まあ、こういうですね、孤独の解消ということも含めてその社会課題を解決するためにスポーツがやれることがあるんじゃないかということで検討しております。これによってまず昨年度ですねは感染の長期的な効果、これまでその贔屓にするアスリートがいたという場合といないという場合の比較で実態調査を進めております。こちら今から私が説明させていただきます。その後今年度ですけれども、一度の感染でもって人間の心身に及ぼす影響、スポーツ観戦が高める心身の同調と一体感ということを今年度検討いたしました。まず今年度の昨年度の成果からご説明させていただきます。背景といたしまして、これも我々の体育系の研究教員が出した研究成果ですけれども、高齢者を対象としまして、スポーツを観戦するしないということで分けて、その結果スポーツを観戦しますよという答えた高齢者のうつの傾向ありと答える割合が、スポーツは観戦しませんと答えた方と比較して優位に低かったと、つまりうつのリスクが低いということが明らかになっております。まあ、この傾向が認められるその因果として、スポーツ観戦がそのまま直接うつ傾向のリスクを低くしている可能性もあるんですけれども、10% か 20% ぐらいは地域への貢献とかですね、助け合い、愛着、友達と会う頻度、人数、まあ、これらが影響してうつの傾向が低くなっている可能性があるということが示されておりますので、この辺を叩き台としてまず実態調査をしようということで1000名を対象としたアンケート調査を実施いたしました。その結果、贔屓にするアスリートがもしくはチームがいると答えた回答者が256名、それに対して贔屓がとするアスリートやチームはありませんと答えた回答者は744名でございました。その256名と744名を2つに贔屓ありなしで分けて主観的幸福感を確認したんですけれども、これ60点満点の指標でして、こちらが贔屓ありと答えたグループの方が優位に、統計的に意味のある差で贔屓ありと答えた人の方が主観的幸福感が高かったという結果が得られております。また、
1年間の運動頻度についても確認したんですけれども、その結果、ひいきありと答えたグループで、優位に運動頻度が高かった、つまり、ひいきありと答えると、週に1日以上平均して、運動していますと答えていて、ひいきなしだと月に1回、1日から3日ぐらい運動しているというような差が認められました。このようなことから、ひいきにするアスリートやチームがいると答えた人の主観的な幸福感とか運動頻度が高かった可能性があると言えると思います。続きまして、256名で、ひいきありと答えた256名を対象として、その主観的幸福感や運動頻度に及ぼす影響を検討してみました。その結果、左端ですね、にありますように、現地の感染の頻度がやはり高い方が主観的な健康感が高いという結果が得られました。もう一つ、我々も仮説として、もしかしたらこれはそのひいきとするアスリートの競技レベルが影響する可能性があるなと思っていて、プロスポーツ選手などのハイパフォーマンスのアスリートがその対象であった方がいいのかなと思っていたんですけれども、我々の仮説とは裏腹に、競技レベルはによってその主観的な幸福感は関係がないということも分かりました。つまりその対象となるアスリートはプロスポーツ選手でなくてもいいということになります。あとはアスリートのその贔屓とするアスリートとのその距離感についても確認したんですけれども、友人とか家族、知人がアスリートである、もしくはそのチームが所属、そのアスリートが所属するチームが贔屓とするチームですよと答えた方の主観的幸福感がそれ以外と比較して高いこと、加えて運動頻度が友人、知人、家族がその対象だった人たちで運動頻度も高いという結果が得られました。このようなことから、ちょっと論が飛躍するなと思うところもあるんですけれども、小さな競技会に出場する我が子を高頻度で応援する親の主観的幸福感、運動頻度が高いと言える可能性も十分にあるんじゃないかなと考えております。もしくは国際競技会ですねにおいて、その日本代表を熱心に応援する、そのような行為も感染者の主観的幸福感、運動頻度に影響を与える可能性があるというふうに結論を付けております。はい、それでは2023年の今年度の研究成果の説明に移りたいと思います。はい、それではここから改めまして松井がご説明させていただきます。よろしくお願いします。私からは木越から説明のあった長期的な効果をどのようにそれが生み出されていくのかという観点で、まず一回感染している時の人間の心身の反応に関して、心拍数であるとかホルモンであるとか気分であるとかというようなことを分析していた研究をご説明させていただきます。まずスポーツといえばプレーすることだと思うんですけれども、それは実はエクササイズの効果だけではないという話が最初にあったかと思います。これはですね、どういうことかと言いますと、例えばスポーツはですね、心拍数もちろんすると個人でも上がるんですが、それが競争することを楽しんでいる中で、お互いにこのようにですね、心拍数の上がり下がりというのがこのようにシンクロしてくるというようなことがまず一つございます。これがですね、人間関係の構築であったり、もしくはチームプレーの発揮なんかに非常によく関係してくるということが知られている社会生理学的なメカニズムの一つになります。そしてもう一つはですね、ホルモン、これが絆ホルモンと呼ばれている母子のスキンシップであったり、もしくはペットとのアイコンタクトなんかでも分泌されることが知られているんですが、いわゆる人と人との関係を構築していくときに重要な役割を果たすオキシトシンと呼ばれるホルモンが勝ち負け関係なくこのように分泌されている
されてくるということが、実はですね、私が専門としている柔道の稽古だったり試合だったりということでも生じるというようなことが知られています。まあ、このあたりが例えば礼に始まり礼に終わるですとか、ラグビーで言えば、ノーサイドのような本気でぶつかり合ったからこそ、互いに尊敬し合うような態度を生み出していくというようなスポーツのエクササイズ以外の価値を生み出すような仕組みとしてあるのではないかということが考えられます。はい。で、まあ、こういうスポーツ、最初に申し上げた、孤独を解消することにこういうメカニズムを通じてですね寄与する可能性がありますが、やはりするスポーツだけではですね実施者の体力レベルなんかに応じてなかなか取り組みにくい場面も出てくるということで、ではこれを見るだけである程度こういう効果が、得られるのかどうかというようなことが、研究の発端になっております。はい。で、その方法ですけれども、私たちは、筑波大学で、開催しているホームゲームで大学の、対抗戦の、バスケットボールの試合を舞台として検証を進めました。で2試合、測定を行ったんですが、1試合目は筑波大学が負けたという試合、2試合目は勝ったという試合がございました。で今回の、ご紹介するのはこれら2つを統合して勝ち負けの効果は相殺した状態で本当にこう見た時に何が生じているのかということを示している研究です。でこう、参加者はですねバスケ部の関係者が18名、そして体育の前を専攻する学生さんが15名、一般の学生さん29名というような、対象者でした。で皆さんですねこうやって心拍数を同時に測ります。それでずっと測りながらですねこう第1クォーター2クォーター3クォーター4クォーターそしてハーフタイムも含めて測定をしていきます。でまあ、心拍数そして応援度や絆指標の心理指標ですね、あとは唾液のホルモン面白さなんかも測っていったという研究でございます。はい。でこちらが結果でございますけれども、まずですねこれ見てる人たちの心拍数こんな風に示してみましたが、結構もう勝敗が決まるような場面ではかなりこうやって上がってくるというようなことがまず分かるわけですね。でこれらの似てる度合いを探すためにですねこうやって重ね合わせるタイミングをずらしながらどこが一番似てるかということをまず調べるわけです。でじゃあどのくらいそのタイムラグが縮んでいたかということをがこちらの結果なんですが、これプレー中、これがベースラインです。試合前のみんな別々のことをやっている状態でプレー中こうやってですねそのタイムラグが明らかにバスケ部の関係者で特にですね、下がってくる。ただそうでない人たちも十分に下がってくるというようなことがまず分かりました。でかつその類似性を表す、似てる度合いがどうかということを調べますと、やはりですね、プレー中にバスケ部の選手たちが上がってくるんですが、これがですねプレー後もしくはプレー外というハーフタイムとかプレーが終わった後のこの類似度も非常によく上がってくる。でこれがやはりですね距離感や専門性と関係なく上がってくるということも、確認しました。ではこれらがですね一体感と関係するのかどうかというところで、まず一体感をですねこういう、自分と、まあ、筑波大のチームとかもしくは観客というこの丸があったとして、その重なり具合がどのくらいでしょうかという質問紙を使っています。でそうしますとプレー直後に関してですがホームのチームですねとの距離感というのが明らかに向上してくるということが分かりました。でさらにですね観客同士の一体感もこのように高まってくるということも分かったわけです。はい。じゃあですねこれらがどのような、面白さとかまた来たいとかそういう心理指標と関係しているかということをこういう媒介分析という手法を用いて検証しました。まず先ほど申し上げた通りスポーツ観戦というのはプレー中そしてプレー時間外の同調レベルをそれぞれ高めるわけですが、まずプレー中のこの同調レベルが何と関係したかというとそのプレーのですね面白くてこのどれだけ没頭していたかというレベルと関係していました。でこれを媒介する説明因子としてホームチームとの一体感というのが出てきました。ということで、これはですねそのホームチームでプレーしているプレイヤーのパフォーマンスというのがこの、試合観戦の、面白さを引き出す重要な要因になるだろうということでございます。まあ、当たり前といえば当たり前ですが非常によく確認することができました。
じゃあ一方プレー時間外の心拍同調レベルというのは何をしていたのかということも分析出しました。そうするとよく関係していたのが裁縫移行といういわゆるロイヤリティですね、その組織に親近感を持ってまた見に来たいと思うかどうかという気持ちと関係していました。でこれを媒介していたのは観客同士の一体感がこれの非常に大きな要因になっているということが分かったわけです。ということで観客同士のプレー外での交流が観戦の習慣化を生み出すような仕様になり得る可能性があると考えられます。じゃあこれらを生み出すですね、神経内分泌的メカニズムとして絆ホルモンオキシトシンが関係しているかということを測定しました。でこれですね、実は2試合まとめるとですね、残念ながら変化はそれ自体は変化がしないということは分かりました。ただですね、これがストレスホルモンとのバランスで効きやすさが変わってくるんですけれども、この時ストレスホルモンオキシトシンがプレーの試合の観戦によってこう低下してくる、それによってオキシトシンのバランスがこう高まってくるということで非常に作用しやすいホルモンバランスを誘導できるということが確認できました。これが先ほどの見るスポーツによる一体感向上のメカニズムになり得るだろうということでございます。でこれをまとめますと、現地で見るスポーツというのがプレー中およびプレー時間外の心拍同調をそれぞれ高めて、でそれぞれが選手との一体感や観客との一体感を通じて面白さや裁縫移行を高めるということが、明確に確認することができました。で裁縫移行が高まるということは、また、来たいということなので、そこまた見に出かける老若男女で、みんなで見に出かけるというその身体活動性を促進して、結果的に心身の活力や健康の増進につながっていくスポーツ観戦の価値というものもまた想定しうるというふうに考えております。ということで、この精力全用自他共栄の科学のプロジェクトですけれども、この見るスポーツというのが十分一つこれに貢献しうるようなスポーツの在り方の一つとして位置づけられるんではないかというふうに考えております。でこれらを総合しますと、今まで健康やパフォーマンス向上のためには最大原則として運動栄養休養というものがよく言われていたかと思いますが、そのもう一つのマイナス要因である孤独の反対としてのその絆を高める上では見るスポーツというのも十分役立つんではないかということでございます。で、こういう楽しい嬉しい、気持ちいいとかですねっていうそういう内発的な動機に基づいて行動変容を促していくような題材として機能していくことを期待しております。ということで本日の内容1つ目2つ目それぞれご説明差し上げました。スポーツ庁の皆様そしてこの研究フィールドをご提供いただいた筑波大学体育スポーツ局そして実験のスタッフの皆さんに感謝申し上げて本日のお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。木越様、松井様ありがとうございました。続きましてただいまの研究発表も踏まえましてトークセッションを行わせていただきます。準備がございますので少々お待ちください。
お待たせいたしました。ただいまよりトークセッションを行わせていただきます。それではご参加いただく皆様にご登壇いただきましょう。どうぞ。皆様よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。それではトークセッションのファシリテーターをご紹介いたします。フリーキャスターの平井理央様です。平井様は2005年にフジテレビ入社、スポーツニュース番組スポルトのキャスターを務め、オリンピックなど国際大会の現地中継とスポーツ報道に携わられ、2013年よりフリーで活動を開始。東京2020大会1周年記念東京フォワードの司会などを務めておられます。それでは平井様よろしくお願いいたします。若井さんご丁寧に紹介いただいてありがとうございます。フリーキャスターの平井理央と申します。よろしくお願いいたします。失礼します。私今ご紹介にもありました通り、スポーツは取材するのもそしてインタビューするのも大好きなんですが、自分自身が走るのも好きでして、今日も午前中5キロ走ってからこの現場に来ております。やっぱり室伏長官にお会いする前には運動をしないとなというふうに常に心がけております。ということで今日はですね、私もそのライフパフォーマンスを上げるたくさんのヒントを皆さんのお話から探っていきたいというふうに思っております。それでは早速ですがトークセッションにご参加いただく皆様を簡単にご紹介させていただきます。まず先ほど運動器機能低下に対する地域における効果的な運動療法のあり方に関する研究のご発表をいただいた早稲田大学スポーツ科学学術院教授金岡浩二さんです。金岡さんよろしくお願いします。続きまして、スポーツ観戦が感染者の健康増進ウェルビーイングおよびスポーツ実施に及ぼす影響の発表をいただいた筑波大学体育系准教授木越清信さん、そして助教松井隆さんです。木越さん松井さんよろしくお願いします。ありがとうございます。続いてスポーツ庁長官室伏広治さんです。よろしくお願いいたします。それでは初めに室伏長官からコンディショニングに関する研究を開始したこの背景やそして趣旨についてお聞かせいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。まず、コンディショニングっていうとなんかまずアスリートのことを、ね、思い起こすことがあるかと思いますけども、心身ともに最高な状態 でその試合や、大会練習に臨むようなことだと思いますけども、これは決してトップアスリートのみならず、これはライフパフォーマンスという文脈につながってくるかと思いますけども、それぞれの人生においてのライフパフォーマンス、コンディショニングを整えて、またライフパフォーマンスを向上していくっていうところに、今力を置いて力点を置いて取り組んでおります。そういう中で、今日ご発表いただきました研究発表もですね、ハイパフォーマンスからライフパフォーマンスに、寄与できるような研究内容、またスポーツらしい、研究を自宅していただきましてですね、素晴らしい今日成果を発表していただきました。金岡教授におかれましては町単位で、ね、町を元気にできるのかっていうところで、実際にこれだけ元気になったっていうことは3ヶ月の介入効果が見られたことは、素晴らしいライフパフォーマンスが向上した町っていうことで、東川町の取り組み素晴らしかったですし、木越先生松井先生におかれましては、目から鱗でしたよね。なんかするだけしか考えてませんでしたけど、運動スポーツを見ることで、幸せになっていくみたいなこと、それも勝ち負けあんまり関係なかったりする可能性もあったり、レベルにも関係ない、これは大きな我々としても施策としても
説得力を持つ、する見る支えるという観点でもですね、思いましたし、その他、まあ、スランプ研究、また、体の外の体を動かしてた時の内臓がどう動いているのかっていう研究発表を、まあ、明日これはスポーツ庁の方で発表させていただきますけど、金岡教授にやっていただきますけど、まあ、これまでやはり研究というのは何ですかね、トップアスリートのデータを集めてはいどうぞという研究では素晴らしいかもしれません、それもそれで記録として残すにはいいと思うんですけども、いろんな方に新しいその視点を持たし、スポーツの施策に広がっていく、新しい研究開発につながっていく、こういう種をまくことがやっぱり大切なことで、そういう意味でもユニークなスポーツらしい研究になったかなというふうに思います。本当に今日は発表を改めて聞かさせていただきまして、素晴らしい内容だったなというふうに思います。ありがとうございます。それではここからはその一つ一つについてじっくりと深掘りしていけたらというふうに思っております。まず最初のテーマ、金岡さんからご発表いただいた運動器機能低下に対する地域における効果的な運動療法のあり方に関する研究ということで、本当に街をスポーツで元気にできるのかというところ、研究をしていただきましたが、まずこの研究成果、改めて室伏長官から一言どう感じになっているかというところを教えていただければと思うんですが。はい、もうもともと体の機能を高めていくことによって、おそらくこう、心身が健康になっていくっていうようなことは分かってきてはいますが、街がどうなるのかっていうところ、街単位でですね、健康になっていくかどうかっていうことは今回初めてやる研究でしたので、これが本当に大きな成果だと思いますし、この東川町のモデル研究のエビデンスとしての知見、そして行政のメカニズムのところの知見はこれから大いに横展開していけるような内容じゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。それでは金岡さんから研究成果先ほど発表いただきましたが、本当にたくさんのポイントがあったと思うんですが、改めてどういうことを感じられてますか？そうですね、やはり身体機能をちゃんと評価して、でそれに対して良くするようなことをちゃんとやればきちんと機能は改善して、でそれに伴う症状やその人たちのパフォーマンスも高まるんだということが、まあ、もちろんそれは想定してやったんですけども、まあ、きれいな形で結果になって、まあ、よかったなというふうに思ってます。でもそのような結果が得られた大きな理由は、そこで皆さんが継続したということなんですよね。まあ、そこが一番の難しい課題で、まあ、それをどういうふうに仕組み作っていくかということが、まあ、これからの課題になっていくんだと思うんですけども、それのヒントを多分筑波大の先生方がくださったように感じております。ありがとうございます。本当に継続率 88% だったという研究結果、本当に私も聞いていてそんなことができるのかなというふうに思ったんですが、実際 88% と聞いていかがでしたか？そうなんですよね、もともとそこにはアルボディというフィットネスというか、まあ、コンディショニングの会社が入ってて、で日頃からそういうのに親しんでいたというふうな、まずそういう土壌があったということなんですよね。あとはその参加した方々が、まあ、かなりお互い顔見知りで、多分オキシトシンを出しながらやってたんだと思うんですけど、お互いにお互いのことを知り合ってて、お互いに励まし合いながら、そして自分の何か機能が変わったっていうことに気づいて、で室伏長官のコージアウェルネスは自分の機能の状態を自分で気づくことが大きな要素なんですけども、まあ、それが日に日に多分自分で良くなってきてるわねって、じゃあもうちょっとやってみましょうかって形で、多分それが継続率の向上というか高い継続率になったんじゃないかと考えています。はい、今オキシトシンという話もありましたが、木口さん、この金岡さんの研究成果お聞きになって、まあ、率直にどういうふうに感じられてますか？はい、その継続率が非常に高かったということと、それから
健康とスポーツっていうのは両者それぞれ関係し合いながらだと思うんですけれども、なかなかそのコンビネーションがうまくいかないところもあって、それも先生お話しされてましたけれども、皆さんのその協力と理解と、そのスポーツの文化レベルが高いっていうことが町として素晴らしいなと思って拝見しておりました。ありがとうございます。松井さんいかがでしたか。はい、もう本当にみんなでやったからオキシトシンとかシンクロがあったんじゃないですかっていうことをちょうど言おうと、ちょうどしたところでございましたので、はい、実はそのオキシトシンっていうのが絆形成だけではなくて、例えば運動中の脂質の燃焼を高める可能性があるですとか、あとはですね、痛みを緩和する可能性があるですとか、あとは実は私たち昨年また別の研究でやっているものとしては、陸上フィールドでですね、長距離選手に一人でこうずっとトラックを回ってもらう練習と、あとは二人で並走してもらうということを比べているんですね。でそうすると二人で、同じメニューをやっているんですけど、二人でやってくれた方がまず足が揃いやすくなって、心拍が揃いやすくなって、実はオキシトシンが分泌されやすくなります。でその時どういうことが起きているかというと、タイムがですねちょっと早くなります。ただ疲労感が実はですね、これが下がってたらよかったんですけど、実は上がってたんですよね、はい、なので2人だからよりピークパフォーマンスを出す方向にこう頑張れてるというような、結果も、見られていて、そういう、私たちの実験から言うとそういう効果が先生のですね町でも起きてたんじゃないかななんてことを、見ながら思っておりました。とても興味深かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。金岡さん、まさにそういった効果が出ていたということでしょうね。そうだと思います。それを今後どういうふうに仕組みにしてやっていくかということも大事なのかと思うんですけども、でもじゃあ例えばああいうエクササイズを自分の自宅でパソコンの画面見ながらオンラインでやったとしたら、その効果っていうのはやっぱり下がっちゃうんでしょうか。はい、それに関してはですね、まだなかなかエビデンス不十分な状態ではあると思いますが、実は私は関連することとしては、実はですね今日最初長官も話題に触れた e スポーツで似たような検証をしております。で実は e スポーツでも今日ご紹介したような心拍の同調だったりオキシトシンの分泌というのが、対面でオフラインで一緒にプレーすれば、同じように生じてくるんですね。はい、不思議なことに、はい、まず人間がサイバー空間にまで体を広げてそこでこう接しているようなニュアンスになってくるというようなことがあるのかなと思うんですが、これがオンラインでやってしまうとなかなか分泌されない、同調も生じにくいというようなこともまた分かっています。ただですね、これを顔を見ながらやる、そして実は今やってるのは自分の心拍数を相手に目で見せたり、こうキルスピーカーで感じてもらいながら一緒に互いに感じてプレーするとかなり実は戻ってくるというようなことはあります。なので、ただ単にオンラインではダメなんですが、よく合ってるかのようなこう非言語的なコミュニケーションを促進していく、テクノロジーが進んでくれば十分あり得るのかなというところですね。じゃあオンラインでやるときもカメラオンにしてやるべきということで、現時点でできることはまずそれだと思います。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。室伏長官、なんか新しい研究のテーマが見つかりつつあるなという印象なんですが、ここまでの皆さんのお話いかがですか。いや、スポーツの価値をね本当に広げていただいていると思いますし、そのオンラインだったり対面だったりってことも今後もさらに進んでいくと思いますけど、本当にスポーツ参画していただける、元気な人がもっと増えていくようなね、そういった取り組みじゃないかな。しかも金岡教授と木越先生と松井先生のなんか共通点もね今お聞きできて、これもさらにこういった取り組みがね進んでいくといいなというふうに思います。なんか横の広がりも見えてまいりましたが、金岡先生にお伺いしたいのが、今回その研究を進めていく中で課題であったりとか何かハードルだったり難しいなと感じるところっていうのはありましたか。やっぱりリクルート多くの人に参加してもらう、やっぱり100人欲しかったっていうか100人参加していただきたかったんですけども76名だった、そのあたりはやっぱり
大きな課題なんだろうなと。つまりこちらのテリトリーに入ってくれればうまくやっていくことはできますけど、そこに入ってこない人たちはもうちょっと手がつけられないと、まあ、そこはもっとこれからいろんな課題があるんじゃないかなというふうには思いました。ただ今回参加してくださった人がリピートはしてくれそうなというか、そんな手応えだったり感触っていうのはいかがでしたか？もちろんそうですね、3ヶ月やりましたけども、その後辞めてしまって元に戻っては意味がないので、でそのあたりの追跡調査も行いたいところなんですけども、つまりあれを経験した人が1年後どのような生活をしているか、そういうふうな長期的なフォローもしてデータを集めたいところなんですけども、でも一回いい経験をした人は運動習慣につながっていくんではないかというふうには期待しています。ありがとうございます。木越さん、そのあたりこう裁縫というかそのリピートみたいなところ研究でもあったとは思うんですけれども、このあたりいかがですか？はい、そうですね、我々もですので、どうやらそのひいきにするアスリートがいて、それをその現地で感染をして、友達と一緒に感染するっていうことに効果が、見られる可能性があるなと思うんですけれども、実際にまだそのスポーツであんまり興味がないよっていう人にそれを試してもらうっていうところまでは確認できていないので、今後そういったところがその確認できるといいなと思っております。ありがとうございます。松井さんはこういった課題に対してはどのように考えてますか？はい、もう本当にその継続してもらうという時には、やっぱり今日はちょっとプレゼンで話したようなと繰り返しになっちゃいますが、やはり自分がこうどう内発的に続けたいと思えるかというところで、やっぱり健康のためというところで持てる方はもちろんいいんですけれども、なかなか持ちにくいのも事実がな部分だと思いますので、やっぱりその場で仲間と、一緒に競い合ったりすることが楽しいとか、見てる推しのアスリートをまた見に行きたいとか、そういう楽しいとか嬉しいというですね、前向きな感覚や気分に基づいて継続を促進していくような、またそれをサポートする科学なんかも私の立場としてもどんどんやってみたいなという思いをますます強くしたところでございます。はい、ありがとうございます。スポーツに興味のない人が一歩踏み出してスポーツを見てみようだったり、スポーツをやってみようって思うきっかけが、室伏長官まさに今年オリンピックパラリンピックが控えていますから、その感染から広がっていくということも十分に考えられますよね。今後の展望いかがですか？はい、ね、本当にこれまではする方ばっかり考えたところが、感染することでもウェルビーイングや生きがいにつながってくることがエビデンスとして今回ね研究していただいたことは本当に、素晴らしいことですし、オリンピックパラリンピック見ていただきまして、ひいきにする日本の選手が、活躍するとよりそういった効果がね見られてくるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。それではここからのテーマとして、今お話ありました木越さん、松井さんからご発表いただきました、スポーツ観戦が感染者の健康増進、ウェルビーイング及びスポーツ実施に及ぼす影響ということで、ここのテーマを深掘りしていきたいと思います。もうね、先ほどからもずっとお話出ているのでまた重複してしまうかもしれないんですけれども、まずこのテーマ改めて、室伏長官、今回の研究成果をお聞きになって感じることであったり、どういったものを持ってますか？はい、新たな視点を、ね、持たせるっていうことは大事なことですし、我々はスポーツっていうと狭い中で、ね、考えてしまっているかもしれません。究極言うと、かなり、ね、そういった学校の中の教育だけで日本は、ね、来ているところも昔あったので、それが、今は地域にJリーグや B リーグやプロリーグ、野球もそうですし、サッカーもいろいろあらゆるそのスポーツがプロのスポーツもある、またフィットネス産業も発展していってますし、運動するでモータースポーツもスポーツですよね。いろんなスポーツがあって、これを狭めずに可能性を広げていくことが大切で、その中にはするだけではなくて、その観戦する、見てまたそれを感動を覚える、こういうところに光が当たったところということは本当に大きいことだというふうに思います。
本当ですね。スポーツ観戦する人にとってもですし、またこの研究成果をアスリートが聞いたらどう思うのかなということをすごく思いました。自分がやって応援してくださいって常に発信しているアスリートが、そのことがその見てる人の健康増進にもつながるっていうのを、これどうでしょう、やはり元アスリートの室伏長官いかがですか。いや、そちらぜひそういう研究もねしていただきたいなというふうに思いますけど、選手の応援することで選手の、コンディショニングを良くして、でもそれは大いにありますよね。みんな誰もが応援の力のおかげで成績を残せたんだっていうのはリップサービスではないわけですよね。本当にそう思ってみんな話しているので、きっとそっちのエビデンスもあるといいと思いますけども、そもそもスポーツっていうのは自己肯定感を持たなければスポーツっていうのはできないので、自分はダメなんだと思ってるアスリートはいませんよね。あんまりそのちょっとでも可能性があれば頑張るんだと思って自己を否定するアスリートほど教えにくい、私の指導者もやってましたけど、こんな人は本当に大変です。だって常にお前できるんだって言い続けなきゃいけないとかですね、嘘でも言わなきゃいけなかったり、それいつか本当になるためですよ。じゃなくてやっぱりでも最初はでもね、そうかもしれませんけど、そういういい指導者がまた応援する人がいると、いや僕もできるんじゃないかって思うことで成績がありますので、おそらくなんかそういう一般の方がスポーツに参画して継続するには、内的な動機っていうことが強制されてやるものではスポーツはないですので、ついつい日本のスポーツの悪いところですね、部活動とかで強制的に運動させられちゃって、同調的なチームスポーツなんかよくありますけども、みんなやってるかやるかみたいなところもどうしてもあるんですけども、でも本当の意味で内的な動機を継続することはものすごく遠回りでも大事な、すぐ目先の成績も大事なところはあると思うんですけども、なんかそんなような研究がね、今後されていくといいなと思いますけど、アスリートも記録どんどん成績伸びていくんじゃないですかね、皆さんが応援して心拍数見せたらありがとうございます。松井さん大きくうなずかれていましたけれども、今室伏長官の話伺っていかがですか。いや本当にもうおっしゃる通りだなというところで、心拍数を見る、今回はですね、心拍数の同調レベルを測ったのが観客同士の同調レベルだったんですけれども、プレーヤーも選手のやっぱ心拍数感じたいですよね、見てるとき、はい、でそれやるともっと面白さとかまた来たいとか、そういう、ビジネス面にも関係するかもしれませんが、そういう新しいスポーツの見方というのが、実は選手の体を視覚的なだけじゃなくて、こう触覚で内側までこう感じていけるような観戦体験みたいなものっていうのが生まれてくると、もっと見たいと思って健康になる、そうするとアスリートの存在価値がまたもっと高まっていくっていうような、そんな未来を目指してみたいなと。でそれが、鹿野岡先生のフィールドみたいなところにもまた生きていくということで、ああいう場でもまたそれも測りたいなとも思いましたし、すいません話がまとまってないですが、そういうふうに今思いました。はい、さコーチの、ね、心拍数とかね、私親子でハンマー投げやってましたけども、スタンドで親父が見てるの様子見ると僕よりも緊張してるんじゃないかなみたいなコーチが冷静であるかっていうのは選手の成績に相当影響を及ぼしたしますよね。コーチがうまく迷ってたらですね、それが伝わってしまい不安になんとなくなってしまう、これなんかあんま良くないんじゃないかとか、いろんなこと選手は思うんですけども、自信を持って臨ませてくれるコーチがいるときは力を出せるに決まっているので、どんなコンディショニングよりも大事かもしれませんね、最後の最後はそのメンタル的なね。なのでよく私の、アメリカで練習してた時のもう亡くなったコーチがいますけど、こう感情移入がすごいんですけども、投げた次の日になんか、ここが痛いとかあっちが痛いとかですね、体で投げる人のその選手によって、筋肉痛になる場所が違うんだぐらいね、そのぐらいこう
一緒に感情移入してトレーニング見てる人がいてですね、そんなことあんのかなと思ったんですけど、松井先生ありそうですかね。いや、あるんじゃないでしょうか。はい、本当に、二人三脚みたいなところっていうのは、もうリアルの二人三脚でも多分そういうところをこうチームワークとして楽しんでいくっていうのが二人三脚だと思うんですけれども、それをこうメンタル面でやってるっていうのが選手とコーチの関係だと思いますし、で私はもう長官とはレベル違いますから、柔道だったんですけれども、柔道で試合してる時にやっぱり待てってなった時に監督とかコーチの顔はやっぱ見るんですよね。その時にめちゃくちゃ焦ってたり、すごくなんかこういう喋られると逆にこっちも焦っちゃうんですよ。はい、それはでもコーチ側もやっぱ焦る時あるんで、ポーカーフェイスとかもやるのかもしれないですけど、これ見えるのがいいの、心拍が見えるのがいいのか見えない方がいいのかというのはいろいろ試してみたいところですけどね。あとは一方、親が子どもの運動会を見るときとかもなんか似たようなものがあると思いますし、なんかそういう場面、いろんなことで今のお話でやってみたいなと思いました。どうもありがとうございます。はい、すごい、コーチの心拍数は確かに、もしライバルだったり相手がいるスポーツですと、コーチの心拍を相手には知られたくないっていうね、チームもあるかなというふうに思いますが、木越さん、ここまでのお話伺っていかがですか、改めて。いや、はい、今回のこの研究 の、 その着想に至った時はもうコロナ真っ只中でしたので、スポーツがその不要不急なものにの一つに数えられていた時で、する方もそうでしたけれども、もっとその競技者が競技を見せていることの価値をきちんとこう創出しないと、やっぱりスポーツがなくなっていくなっていう気もしたので、そういう意味では今までその、なんて言うんでしょう、その応援っていうのは先ほどから出てますけど、誰かをサポートするとか、っていう意味合いで、利他的な行為だったと思うんですけど、今回はその、応援していることが実はその自分の健康にもプラスの影響があるっていう、その利己的な行為だったっていうことが一つ言えるかなと思っていて、そういう意味でまさにその競技者が、これまた勝ち負けも関係ないっていう話ですし、競技レベルも関係ないっていうところなので、とにかくその競技者が競技をしていることを見せるっていうことが社会にとってとんでもない大きな価値があるっていう、そのことを認めていただけるといいなと思っております。はい、本当に私もよくスポーツ取材に行くんですけれども、頑張ってる人、 100% 頑張ってる人を間近で見て応援できるっていうのは、応援してるつもりでいつの間にかすごく自分が元気になって帰ってくるっていうことが仕事で行ってる取材でもたくさんありまして、それをまさに研究として今回研究されたのかなというふうに思うと、実感としても非常にあるなというふうに感じていますが、改めて金岡先生にもお伺いしたいんですが、今回このスポーツ観戦が感染者の健康増進、ウェルビーイング及びスポーツ実施に及ぼす影響、この研究成果を聞いてどんなことを感じられますか。やはりスポーツが他の作用基準で人にいい影響を与えるっていうのを気づかせてくれて、それを気づかせてくれる研究として素晴らしいなと思いました。やっぱ先ほど言ったように、いかに人を動かすか、やる気にさせるか、そこが一番難しいところですので、そこに対する大きな答えになってるんじゃないかなというふうに感じました。確かにやるスポーツ、見るスポーツ、分けてしまいがちですけど、ただなんか実は根っこのところでつながっていたり、こう相互作用があるのかなっていうのを今回のこのトークセッションのお話を伺っていて非常に思いました。室伏長官、なんかこう広がりだったり今後の展望っていうところ、非常に楽しみなところもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがですか。はい、明日もですね、また記者発表させていただきますけども、こういった素晴らしい取り組みを周知していってですね、より国民、皆さんね、それぞれの、心と体の健康にもつなげていけますように取り組んでいきたいなと思いますし、本当素晴らしい内容だと思います。ありがとうございます。今回この研究成果発表していただきましたが、研究中に先ほども金岡先生にもお伺いしましたが、課題であったりとか、こう難しいなと壁を感じるところ、どこか木越さんはありましたか。
はい、私が担当させていただいたアンケート調査では、オンライン観戦はではあまり効果が認められなかったという結果になっていて、ただ、それは2023年の研究成果と合わせると、やはりその観戦の仕方にも何か工夫をすれば十分可能性はあるなと思います。で、現地に行きたくても行けないっていう理由がいくつもあると思いますので、ぜひそのボーダレスなスポーツ観戦を可能にするために、やはりそのオンラインでも効果がある、その効果の見れるオンライン観戦の仕方っていうことを今後考えていかなきゃいけないなと思いました。ありがとうございます。松井さんはいかがでしたか。はい、私の方の実際の大会で実際の観客を測定するという実験を行いましたが、何が難しかったかというと、やっぱり、それ実際の観客を測るというのはリアル本当の何でしょうか、プロ選手のイベントとかだとなかなかやっぱり実現が難しいことだったのかなと、そこを、たまたまタイミングも良かったんですけれども、筑波大学で大学のホームゲームというのをこう定期的に開催していくというところのタイミングとですね、あって、で意外とやっぱ大学で開くとそういう興味持ってる人結構いるんですよね、それでこう協力を得やすくて、今回こういう知見につながったというのは、このスポーツ庁さんのご支援と、大学のタイミングとかすごく噛み合った結果だったなというのを振り返ってもまた改めて思っているところです。本当に良かったなと思います。はい、ありがとうございます。私研究成果を伺っていて、少し聞いてみたいなと思ったところが、その観客同士のコミュニケーションだったり、その絆というのがどうやると、どういう要素があるとより生まれやすいのかっていうような傾向というのは見えてきましたか。はい、非常に重要なご質問ありがとうございます。ですね、一つはそのチームと距離感が近かったり、専門性が高い、その今回だったらバスケットボールの選手が見てるっていうような状況では、やっぱりですね、そのプレーの展開ですね、あとは勝敗が実はすごく影響してきました。はい、ただ一方やっぱりそこだけだとスポーツの価値少し狭いですよね。なので距離感が遠かったり、専門性の低い人たちにも見てもらってたんですけども、その人たちは実は勝敗よりもですね、選手のプレー、これはホームゲームじゃなくて相手のチームのいいプレーにも反応していたり、あとはですね、もう一個だけそれがもっと面白かったのが、ハーフタイムにですね、特にその距離感遠い人たちというのは、顕著に同調しやすくなっているということですね。なのでプレーの専門性が低いとプレー中はちょっとついていけない場面もあるけれども、そのハーフタイムで振り返りなんかをこう互いに結構会話してんですよね、そういう時が実は結構同調高まっていて、そういうのが多分現地観戦じゃないとなかなか生まれにくいのかなっていうポイントかなというふうに思います。であとは現地観戦だとハーフタイムなんかはちょっとパフォーマンスとかありますよね。はい、で大学なんかでやると、あれなんかやっつけでやったりとかっていうのが実はあるかもしれないんですが、実はあれの重要性も見えてくるのかなということで、同調しているタイミングに何を見せるかという意味で、例えば広告の価値だったりとか、そういうものをまた決まってくるような、要素もにも広がるかなというようなことも見えましたけれども、実はそのプレー間に観客同士が前の前半のプレーを見てコミュニケーションしているというようなところがかなり、大きい要素だったのかなというふうに思いますね。はい、なるほど。どうしても例えば家でテレビ観戦なんかしているとプレー感がこうちょっと手持ち無沙汰になってしまって、早くまた試合始まらないかなって、洗濯機回そうかなとかして、そういうタイムになりがちですけど、会場に行くとそこでまさにこういい経験、エキサイトな経験ができるということなんですね。はい、そのような結果が見えてきたなと思いますね。室伏長官、この研究成果というか、実はそのプレー中じゃないところでもよりスポーツの魅力だったり、スポーツが生むことの価値が感じられる瞬間があるというお話、いかがですか。いや、プレーとプレーの合間ですよね。だからやっぱり継続して見ていただくモチベーションにもなりますし、いいと思いますし、あと今その前におっしゃった、
スポーツのルールをが分かってる人の方がいいわけですよね。よりそういった同調できる。だからそれをどう新しいスポーツだったり自分が知らないスポーツを上手にこう、まあ、皆さんにルール面白いところを知ってもらうとよりこう盛り上がるっていうのはあると思うので、まあ、そういったルールをこういうところが面白いんだよこのスポーツはっていうのをもうちょっとね紹介していけるようになるとより同調してくださる方が増えるんだなっていうふうにも思いました。より楽しく見てもらうためのいろんなヒントがありそうだなというふうに思いました。さあそれではトークセッションなんですがこのあたりでそろそろお時間が近づいてまいりました。お一人ずつ一言ずつこのトークセッションに関する感想のコメントメッセージをいただけたらと思っております。それではまず松井様お願いいたします。はい、とてもまず楽しくこのトークセッションを過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。まあ、私たち今回見るスポーツ、そして e スポーツの話題なんかも少し触れさせていただきましたけれども、本当に実はその遊びの要素から遊ぶことから始まっているそのスポーツというのがその内発的にお互いに遊ぼうぜって言ってこうシンクロするでその手段がいろいろ出てきた。それがもともとは体を使うしかなかったけれども、産業革命で、モータースポーツが出てきてそして、IT 革命で e スポーツとかバーチャルスポーツなんかもまだ出てきているというところで実はその根源にその同調だったり、絆ホルモンというのが、まあ、あるのかなというようなところがなんかすごくいろんな側面からこう議論できて嬉しかったなと思います。でこういう効果が金岡先生とかが示されたその腰痛の予防の運動の継続だったりその効果の痛みを軽減するみたいな、ところにもつながっているようなことを一緒に、今度この次のステップで共同研究とかですねできるようなことがあっても面白そうだなということもまた思ったところでございました。本当に今日はございました。ありがとうございます。続いて木越様お願いいたします。はい、まず仮説としていくつかあったんですけれども今回こういった形で採択いただきまして我々にその研究するチャンスをいただいて本当に嬉しく思います。またいろいろこうやって話を伺っていると先生がやられたその健康を維持するっていうこととそれがあるからスポーツ楽しめるし楽しむから健康でいられるっていうその相互の関係がですね構築できたかなっていう気がしています。で見るスポーツに関してはまだまだそのエビデンスとして蓄えなきゃいけないこと結構いろいろありますのでまた継続して研究していけるといいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しみにしております。続いて金岡先生お願いいたします。先ほど室伏長官がおっしゃった自己効力感のない選手を教えるのが難しいっていうのはまさに腰痛に限らず患者さんも一緒でして自分で自分の体にオーナーシップ責任感を持って自分で治していこうというポジティブな意識がある人はもうほっといても治っていくんですけどそうじゃない人はなかなかそうじゃない。でそれをどういうふうにしてポジティブにしていくかというのは筑波大学先生方の研究成果がすごく参考になるんじゃないかと思い今日すごく勉強になりました。ありがとうございました。でまたスポーツ庁の皆様室伏長官このような機会をいただいて本当に今までやりたいなと思ってましたけどなかなか機会がなかった研究テーマでしたので本当に嬉しく思っております。特に明日の内臓の研究なんですけど室伏長官の発想力のすごさ僕最初そういうテーマをいただいた時にこれはちょっと難しいなと思ったんですけども結構ごめんなさい明日の結果発表になるんですけども成果が得られて室伏長官のやっぱり今まで行ってきた競技生活の中で得たいろんな仮説っていうのはこれから実証していくべきなんだろうなというふうに改めて思いました。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。明日の発表も非常に楽しみですが、それでは最後に改めて室伏長官からこのような研究の成果を今後どのような活用されるのか今後の展望も合わせてご感想いただければと思います。はい、まず金岡教授早稲田大学の取り組み東川町での取り組みは素晴らしい
研究成果で、あと行政の方のメカニズムも含めて、どのようなサポート体制であれば継続率に結びついたか、これ 88% ですね。まあ、こういったもの、運動継続率も含めて大変重要なエビデンスが取れたと思います。これはぜひ横展開していけるようにですね、取り組める内容じゃないかなというふうに思います。木越先生、松井先生のもうこれはまあ感染ということで、改めまして本当に、する方ばっかりスポーツインライフやってましたけども、感染する方もついに入ったかってところで、その下、今日のお話の中でもですね、金岡教授も入って、さらにコーチや身近な下や選手 の、その、まあ、心拍だけじゃないと思いますけども、心理状態との関係だったりとか、やはり人間っていうのはこういうお互いに影響を与え合いながらですね、あるんだなっていうことを思いましたし、さらに、こういったさらなる研究のコラボレーションによってですね、またいい研究がさらにできるんじゃないかと思いますが、でも、今日いただいた研究内容も本当に今後の施策にも生かされていく内容だと思います。まあ、スポーツ庁としましてもですね、こういった新たなこういった研究成果が発表またできるように先生方お力添えいただいてですね、で研究の最初に申し上げましたけども、まあ、新たな視点、まあ、内臓と運動器外の機能に関しても明日発表していただきますけれども、そういう研究が一つ行われるとまた次の新しい研究が生まれてくると思いますので、そういった点も楽しみにしております。こういったものが今日はスポーツインライフの会だと思いますので、スポーツインライフの理想に向けてですね、つながっていけばいいなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様大変興味深いお話の数々、本当にありがとうございました。それでは今日のトークセッションはこのあたりで終了とさせていただきます。表彰式前に皆様ありがとうございました。平井様ありがとうございました。ではお立ちいただいてよろしいでしょうか。ご登壇者の皆様ありがとうございました。お写真、はい、せっかくですから記念撮影も皆様でしていただきたいと思います。ステージ上は記念撮影を行っておりますが、はい、この後は休憩を挟みましての表彰式となります。ただいま記念撮影を行っております。皆様よろしいでしょうか。ありがとうございました。ご講談ください。以上をもちまして令和5年度スポーツインライフプロジェクトコンソーシアム総会を終了いたします。これより第3回スポーツインライフアワード表彰式を開催させていただきます。スポーツ庁では一人でも多くの方がスポーツに親しむ社会の実現のため、スポーツインライフプロジェクトとしてスポーツ人口の拡大に資する優れた取り組みを募集し表彰するスポーツインライフアワードに取り組んでおります。本アワードで受賞された取り組みを起点に広く社会へ発信することで、より多くの国民のスポーツ参加の機会を創出し、スポーツインライフ、生活の中にスポーツをの実現を目指します。今回は応募総数が75団体のうち65団体に2023賞を授与いたします。さらに企業部門、団体部門、自治体部門の3部門に分け優秀賞を授与いたします。その中から今年度最もスポーツ人口の拡大へ貢献した取り組みを行った団体一組に最優秀賞を授与いたします。それではまずはじめに本日の出席者、審査員の紹介に移らせていただきます。ご紹介の際、ご来場いただいている方は自席にてご起立、一礼をお願いいたします。また、オンラインにてご参加いただいている方は、画面に向かって一礼をお願いいたします。はじめに、スポーツインライフコンソーシアム中央幹事会を紹介いたします。中央幹事会は、
加盟団体の中から主要な団体で構成され、本コンソーシアムを円滑に運営し、その目的を達成するための活動を統括する組織です。それではご紹介してまいります。公益財団法人笹川スポーツ財団常務理事玉沢正則様。公益財団法人日本スポーツ協会常務理事兼事務局長岩田文明様。続いてオンラインにてご参加いただいている皆様をご紹介いたします。公益財団法人健康体力づくり事業財団事業部長西澤澄夫様。健康保険組合連合会木村文博様。蔵王町町長村上秀人様。独立行政法人日本スポーツ振興センター理事大西圭介様。なお本日はご欠席となっておりますが、スポーツインライフコンソーシアム中央幹事会はその他構成団体として公益社団法人全国スポーツ推進委員連合、全国都道府県教育委員会連合会、公益社団法人全国大学体育連合、公益社団法人日本医師会、日本商工会議所、公益財団法人日本パラスポーツ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会三島市、以上皆様にご参加いただいております。続きまして第3回スポーツインライフアワード審査員を紹介いたします。千葉大学コミュニティイノベーションオフィス特任専門員地域コーディネーター、株式会社未来のラボ取締役 COO 阿部敦史様。公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所上席研究員甲斐優子様。株式会社 NTT データ経営研究所アソシエートパートナースポーツテック&ビジネスラボ事務局長川本俊夫様。岡山大学大学院教育学研究科准教授、合同会社スポーツドライブ代表社員高岡敦史様。兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学准教授、特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構業務執行担当理事高橋信義様。なお本日はご欠席となっておりますが、競泳元日本代表一般社団法人スポーツを止めるな1252プロジェクトリーダー伊藤花江様、鹿屋体育大学スポーツ生命科学系中貝地雅樹様、大阪体育大学学長原田宗彦様、以上の皆様にも審査員としてご参加いただいております。それでは第3回スポーツインライフアワード各部門の表彰に移らせていただきます。はじめに企業部門の表彰です。スポーツインライフ2023企業部門優秀賞は、株式会社システムリサーチ、取組名運動習慣のある社員比率を 60% 以上へのチャレンジ、
株式会社ダーツライブ、取組名スポーツダーツプロジェクト活動、作ろうダーツ部応援キャンペーンとスポーツダーツ競技大会、パナソニック ITS 株式会社、取組名2022年度職場対抗ウォーキングイベント、以上3団体の皆様です。おめでとうございます。それでは表彰のプレゼンターは室伏浩二スポーツ庁長官より行わせていただきます。ご登壇ください。はじめに株式会社システムリサーチ谷口様、ご登壇ください。賞状の贈呈です。スポーツインライフアワード、スポーツインライフ2023企業部門優秀賞、株式会社システムリサーチ殿、取組名運動習慣のある社員比率を 60% 以上へのチャレンジ、あなた方の活動はスポーツインライフアワード2023において優秀な取り組みとして認められました。その素晴らしい活動をたたえ、ここに表彰いたします。令和6年3月5日、スポーツ庁長官室伏浩二、おめでとうございます。トロフィーの贈呈です。おめでとうございます。それではお二人で撮影を行います。では株式会社システムリサーチの谷口様から今のお気持ちをいただきたいと思います。お願いいたします。はい、株式会社システムリサーチ、健康づくり推進委員長の谷口と申します。本日は会社を代表して、出席させていただいております。今回このような素晴らしい賞をいただき誠にありがとうございます。当社は兵庫県、京阪神を中心にICT で地域を元気にを合言葉にビジネスを展開しております。社内の健康づくり推進員中心に当社基準にはなりますが運動習慣の社員比率を 60% 以上にするという目標を掲げ、さまざまな取り組みを実践してまいりました。最新の調査では約 56% の社員から運動習慣があるという回答があり、さらなる活動を推進したいと考えております。改めまして当社の健康づくりの活動がこのような素晴らしい賞に評価されたこと感謝申し上げます。本日は誠にありがとうございました。おめでとうございます。株式会社システムリサーチ谷口様、ご登壇ください。続きまして株式会社ダーツライブ原田様、ご登壇ください。スポーツインライフアワード、スポーツインライフ2023企業部門優秀賞、株式会社ダーツライブ殿、取組名スポーツダーツプロジェクト活動、作ろうダーツ部応援キャンペーンとスポーツダーツ競技大会、以下同文になります。おめでとうございます。おめでとうございます。お二人での記念撮影です。はい、それでは株式会社ダーツライブの原田様、今のお気持ちをお聞かせいただきます。
すみません、緊張してますか、すごい。まずはこのような、大変光栄な賞をいただいて本当に光栄に思います。私たち、株式会社ダーツライブスポーツアーツプロジェクトは、誰もがダーツを誰もが楽しめるスポーツにということで、さまざまな活動を行っております。ダーツは本当に年齢、性別、あと障害の有無を問わず同じルールで競い合える、本当にインクルーシブスポーツとして楽しめるスポーツとなっております。ただ日本ではまだまだこうスポーツとしてのダーツっていうのは認知が広がっていないのが現状です。今回の賞を受賞したのをきっかけに、当時プロジェクトのことをより一人でも多くの方に知っていただいて、ダーツは誰もが楽しめるスポーツとして一人でも多くの方が体験いただいて、こう魅力を伝えていきたいなと思っております。この度はありがとうございました。おめでとうございます。株式会社ダーツライブ原田様、ご講談ください。続きまして、パナソニック ITS 株式会社田辺様、ご登壇ください。スポーツインライフアワード、スポーツインライフ2023企業部門優秀賞、パナソニック ITS 株式会社殿、取組名2022年度職場対抗ウォーキングイベント以下同部になります。おめでとうございます。おめでとうございます。お二人での記念撮影です。それではパナソニック ITS 株式会社の田辺様、今のお気持ちをお聞かせいただきたい。あ、大切ですね、これも。はい、ありがとうございます。お気持ちをお聞かせいただきます。お願いいたします。パナソニック ITS 社長の田辺です。本日はですね、このような栄誉ある賞をいただきまして光栄に存じます。弊社パナソニック ITS は2000年の創業以来ですね、車に搭載される電子機器、電子部品の設計開発をしてきたエンジニアリング会社でございます。世界中のカーメーカーにですね、世界シェア1位2位の商品群を供給しておりますので、もしかしたら皆さんの車にも私たちの製品が搭載されているかなと思います。本日ですね、表彰のテーマになりましたこの職場対抗ウォーキングイベント、これは弊社の全社員の 88% にあたるですね、630名が参加をしておりまして、あと合わせてですね、お取引をしている会社10社も巻き込んだ総勢800名のイベントになります。チーム対抗でですね、歩数累計を競い合う東海道53次、それからですね、参加者全員の歩数累計で月を目指すイベントですね、こうしたものをですね、 DX を活用して見える化をして参加率を向上するという工夫をしてまいりました。当社パナソニック ITS はですね、公共交通に苦しんでいる、悩んでいる地方公共団体においてですね、高齢者の方々が安価で自由に、そして孤独の解消をしながら移動できる一滴回すというサービスを提供しております。今後はですね、この一滴回すプロジェクトを通じて高齢者の方々がですね、楽しんで外出して歩けるイベントを企画して、幅広い世代にこのスポーツ実施率、この向上を図っていきたいというふうに思います。皆様お手持ちのですね、スマホでですね、 YouTube パナソニック ITS 室蘭 DX と、検索していただけるとですね、当社の行ってきますというサービスが出てくると思いますので、よかったらご参照ください。本日は誠にありがとうございました。おめでとうございます。パナソニック ITS 株式会社田辺様、ご講談ください。続きまして、団体部門の表彰です。スポーツインライフ2023団体部門優秀賞は、一般社団法人汽水会、取組名障害のある人の定期的なプール活動
健康づくり、岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部、取り組み名大垣北ジュニアベースボールラボ、高校生が作る未来の地域スポーツ、以上2団体です。おめでとうございます。それでは一般社団法人汽水会手塚様、ご登壇ください。スポーツインライフアワード、スポーツインライフ2023団体部門優秀賞、一般社団法人汽水会どの、取り組み名障害のある人の定期的なプール活動、健康づくり、あなた方の活動はスポーツインライフアワード2023において優秀な取り組みとして認められました。その素晴らしい活動を称え、ここに表彰いたします。令和6年3月5日スポーツ庁長官室伏広治、おめでとうございます。おめでとうございます。お二人での記念撮影です。それでは一般社団法人汽水会手塚様、今のお気持ちをお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。一般社団法人汽水会代表の手塚でございます。私たちこのような素晴らしい賞を受賞いたしまして、本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。私たちはこの汽水会の文字ですが、水で再び輝いてほしいという意味を込めて、今から12年前に立ち上げた社団法人です。障害のある人の出会い、そして私は水泳をバリバリやっておりまして、競泳から水泳指導をやってた時に出会って、そしていかにその障害のある方たちが、私たちが当たり前にしているそのスポーツという機会が少ないのかということで、特に私はプールを利用した取り組みを始めました。で、障害があってもプールというのが本当に自由にたくさん動ける場所です。そしてその場所で、先ほど長官 もおっしゃってましたが、自己、肯定感とか効力感が持てる場所なんですね。それを、今度は社会参加、自立、社会生活の自立に結びつけて、またそのスポーツをしている活動の場が、障害のある人の理解を進むその場所にもなります。ですので、これからもこのことを励みに、障害のある人たちが当たり前に、私たちが当たり前に持っている場と、あとはその活動の機会ですね、それを増やし続けていきたいと思います。本日はありがとうございました。おめでとうございます。一般社団法人汽水会手塚様、ご登壇ください。続きまして、岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部、武藤様、ご登壇ください。スポーツインライフアワード、スポーツインライフ2023団体部門優秀賞、岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部殿、取り組み名大垣北ジュニアベースボールラボ、高校生が作る未来の地域スポーツ、以下同文になります。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。お二人での記念撮影です。素敵な笑顔ですね。あ、そうです、どうぞお近くで、あ、ご一緒に先生でいらっしゃいますでしょうか。室伏長官からぜひご一緒にとのお声掛けでございます。
せっかくですから、素敵に写っていただくため、今つけていらっしゃるネームのプレートは先生お取りいただいても、はい、その方が美しいかと存じますので、はい、はい、ありがとうございます。よろしければ先生も横にいていただきまして、ぜひ武藤様、今のお気持ちを聞かせください。岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部の武藤です。本日は大変名誉ある賞をいただきまして誠にありがとうございます。大垣北ジュニアベースボールラボでは、現在の小学生の運動能力の低下であったり野球人口減少を問題視し、高校生の自分たちに何ができるかを考えた末、小学生に対し自分たちの持つ知識や技術を伝える活動を行っています。日々試行錯誤を共にする、部員たちであったり顧問の先生方、また、ラボに参加してくださる小学生の子どもたち、その送迎を行ってくださる保護者の方々に、各種メディアにて、取り上げていただきました記者の方々など多くの関わりある人の力によってこの賞をいただけたと考えております。これからもまたこの賞を一つの励みとしてより一層野球人口増加に寄与していきたいと考えております。本日はありがとうございました。おめでとうございます。岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部、武藤様、そして先生もありがとうございました。続きまして自治体部門の表彰です。スポーツインライフ2023自治体部門優秀賞は守山市、取り組み名レイクビワトライアスロン in 守山、東大阪市、取り組み名ウィルチェアスポーツ推進事業、以上2団体です。おめでとうございます。それでは守山市杉本様、ご登壇ください。スポーツインライフアワード、スポーツインライフ2023自治体部門優秀賞、守山市殿、取り組み名レイクビワトライアスロンイン守山、あなた方の活動はスポーツインライフアワード2023において優秀な取り組みとして認められました。その素晴らしい活動を称え、ここに表彰いたします。令和6年3月5日スポーツ庁長官室伏広治、おめでとうございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、それでは守山市の杉本さんは今のお気持ちを聞かせください。どうぞ。守山市商工関係課の係長の杉本と言います。このような、素晴らしい賞をいただけて、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。守山市では平成27年から、ちょっと9年前ですね、地方創生が始まってから自転車を軸にまちづくりをしよう、自転車で街を盛り上げようと進めて9年、私はその担当として、地域の自転車活用と、スポーツで盛り上げる日本の一の湖、琵琶湖を自転車で回る琵琶市を盛り上げようと、観光と、街づくり両面で、取り組んでまいりました。地域の、この後事例紹介でもありますが、自転車の補助をしたり、地域の団体さんとイベントをしたり、そんなふうに進めておりました。令和2年からは、スタートアップ起業家の集まる街を作ろうということで、県内外の企業さんと一緒に守山を盛り上げよう、新しい挑戦を盛り上げよう、
そんな時に、まあ、コロナがやってきて令和3年から、このトライアスロンを、まあ、やり始めました。でやろうとした時にちょっと今日あいにく、一緒に来た方が、帰っちゃったんですけども、この方と一緒に、まあ、実行委員会を立ち上げて、トライアスロンをやろうと思いました。3年間、このレイクビアトライアスロンという名前で、まあ、実施してきましたが、まあ、特徴的な取り組み、これは何か一つで、ありますのが、最高の挑戦、全員が主役、ダイバーシティだと言ってるんですね。この大会を実現するには今日講演でありました通り、やる、する、あ、するですね、する、見る、支える、まあ、いろんな分野があります。まあ、その中でも特に特徴的なのはこの支えるという部分で、自分がスポーツするだけじゃなくて、まあ、いろんなチャレンジの仕方があると。支えるために行政も町も一緒に応援するということで、例えばスポーツをしない企業さんがサステナブルな大会にするために自分の技術をこの大会でチャレンジする、あるいは地域の方が育ててきた農作物を選手の、皆さんに食べてもらいたい、そんな風にチャレンジする、最高の挑戦、全員が主役を実現できる大会にできた、まあ、これを賞にしていただいた、これが本当に嬉しいなということで、めちゃくちゃ嬉しいなと思います。以上、素晴らしい大会、素晴らしい大会を賞いただきましてありがとうございます。これからも全員主役、私も挑戦できるように頑張ります。ありがとうございました。おめでとうございます。森山市杉本様、ご講談ください。続きまして、東大阪市尾上様、ご登壇ください。スポーツインライフアワード、スポーツインライフ2023自治体部門優秀賞、東大阪市どの以下同文にな、取り組み名ウィルチェアスポーツ推進事業以下同文になります。おめでとうございます。おめでとうございます。記念撮影です。それでは東大阪市尾上様、今のお気持ちをお聞かせください。はい、ラグビーの町東大阪から代表で参りました尾上と申します。この度は、このような素晴らしい賞を選んでいただきまして、室伏長官はじめ、関係者の皆様に、感謝申し上げます。東大阪では、令和3年ですね、ウィルチェアスポーツコートを、国内で初めてですね、あの専用コートとして、設置し、これまで、ソフトボール車椅子ソフトボールですね、を全国大会を開催したり、また昨年度は2日間で8万人来場したスポーツイベントでウィルチェアの体験をしていただいたりとか、あの活動を進めております。これからもですね、障害の有無にかかわらず誰もが一緒にスポーツに取り組める仕組みを作っていって、スポーツの素晴らしさをこれからも大きく伝えていきたいと思います。どうも本日はありがとうございました。おめでとうございます。東大阪市尾上様、ご講談ください。それではいよいよスポーツインライフ2023大賞の発表です。スポーツインライフ2023大賞は NPO 法人クラブシッキーズ、取り組み名地域密着型サードプレイスによる相談参加地域づくりの一体的支援事業です。おめでとうございます。 NPO 法人クラブシッキーズ、増田様、ご登壇ください。
ポーツインライフアワード、スポーツインライフ2023大賞、 NPO 法人クラブシッキーズ殿、取り組み名地域密着型サードプレイスによる相談参加地域づくりの一体的支援事業、あなた方の活動はスポーツインライフアワード2023において最も優秀な取り組みとして認められました。その素晴らしい活動を称え、ここに表彰いたします。令和6年3月5日スポーツ庁長官室伏広治、おめでとうございます。おめでとうございます。記念撮影です。それではクラブシッキーズの増田様、大賞受賞、今のお気持ちを聞かせください。 NPO 法人クラブシッキーズクラブマネージャーの増田幸太と申します。今の気持ち、心から嬉しいってこういうことを言うんだろうなって思いました。一つはこのように素晴らしい賞をいただけたこと、本当にありがとうございます。そしてもう一つが、そのコロナ禍であってもどんな時も地域の皆さん、子どもから高齢者さん、あと障害のある方も認知症の方もみんなシッキーズでいつも一緒にこう協力し合いながら、今何ができるんだろう、何が必要なんだろう、何がこう大切なんだろうっていうことをみんなでこう話し合いながら取り組んできたことが、このようにこうその活動いいことだよって言っていただけたことが本当に嬉しいなって思います。本日は本当にありがとうございました。おめでとうございます。 NPO 法人クラブシッキーズ増田様、ご講談ください。そして室伏長官、皆様ご一緒にいらしている方もぜひ記念撮影いたしましょう。せっかくの機会でございます。どうぞご登壇くださいませ。関係者の方ぜひ、はい、大変失礼いたしました。そのままで結構でございます。今長官が伺っておりますので、どうぞその場でごゆっくりお越しくださいませ。はい、お三方での撮影とさせていただきます。はい、改めまして大賞受賞、 NPO 法人クラブシッキーズ、おめでとうございます。どうぞごゆっくりとご講談くださいませ。どうぞお席にお戻りください。続きまして、受賞された各団体様の事例のご紹介をしてまいります。まずは企業部門優秀賞を受賞された団体様より、株式会社システムリサーチ様の運動習慣のある社員比率を 60% 以上へのチャレンジについてご紹介いたします。当社は、会社の成長は社員の成長なくしてはなし得ない、社員が心身ともに健康でやる気に満ちる職場環境を提供することが必要であるという考えのもと、2016年度から健康経営を経営戦略の一つとして位置づけ、取り組みをスタートさせました。
2020年には健康経営優良法人、大規模法人に認定され、4年連続認定されています。また、2022年には兵庫県健康づくりチャレンジ企業アワードで最優秀賞である県知事賞を受賞しました。活動開始当時は IT 企業の職業から座っている時間が多く、運動不足の解消や心身のリフレッシュが社員の健康課題となっていました。そこで歩くを基本とした健康マイレージ運動をスタートし、歩数計を管理できるスマホアプリ E キューブウォーカーを社員向けにリリースするとともに、社員にスマートウォッチを貸与し、歩数に応じたポイント付与や日々の生活習慣改善目標等を実行することで、ポイントを付与して年1回表彰と努力賞を贈呈しています。このアプリは兵庫県豊岡市で豊岡歩子というスマホアプリとして採用され、豊岡市の歩いて暮らすまちづくりに貢献しています。具体的な心身の健康づくり活動は、社内メンバーで構成された健康づくり推進委員会を中心に様々な取り組みを実施しています。毎年 1,2 回健康づくりアンケートを実施し、社員の希望や意見を反映したイベントやセミナーなどを開催しています。拠点ごとや拠点合同の健康づくり活動に助成金を交付し、環境に応じた活動を応援する制度も実施しています。具体的にはリレーマラソンへの参加や、フットサル、スキー・スノーボード、バドミントン等、社員からの希望が多いスポーツイベントの開催、観光地までのウォーキングやプロギングなどを実施し、運動不足の解消や世代間、拠点間のコミュニケーション向上に役立てています。また社内のスマホ掲示板を利用して撮影した活動の動画をスマホで視聴できるようにし、スポーツする楽しさを共有できるようにしています。健康づくり活動で企画するイベントには、働く世代や子育て世代の社員が多く参加することから、家族や子どものイベント参加も推奨しています。さらにリフレッシュタイムとして、毎日15時に一斉ラジオ体操を実施したり、健康づくりを応援する機器類の整備と、これらに機器を活用した体力測定等を実施し、年齢別平均値と実年齢との比較を体感したり、課題の確認等をしています。2023年からは社内のスマホ掲示板を利用し、スポーツインライフ様から提供いただいた健康動画を定期的に発信し、健康づくりの啓蒙活動に役立てています。社員の運動習慣比率、自社定義ですが、こちらを 60% 以上にすることを目標に活動しており、3年前の調査で運動習慣がある社員は約 43% でしたが、最新の調査結果では約 56% まで向上し、運動習慣の広がりや健康づくりへの関心が少しずつ高まっています。今後は活動目標の達成と社員全員参加の運動会や地域スポーツ大会へのチーム参加の実現に向けて計画を進めてまいります。以上、株式会社システムリサーチ様の運動習慣のある社員比率を 60% 以上へのチャレンジについてご紹介いたしました。続きまして、株式会社ダーツライブ様のスポーツダーツプロジェクト活動、つくろうダーツ部応援キャンペーンとスポーツダーツ競技大会についてご紹介いたします。ダーツは簡単な道具と単純な動作だけででき、老若男女、障害の有無問わず、誰もが同じ土俵で楽しめ、生涯長く続けられるスポーツです。我々スポーツダーツプロジェクトは、多くの人がダーツを知り、スポーツの一つとして楽しめる機会の創出を進めています。今年度は
幼少期にダーツを知ってもらい、ダーツがこれからやっていくスポーツの選択肢の一つになるよう、特に18歳以下の若年層に向けて2つの取り組みを実施しました。まず一つ目は作ろうダーツ部応援キャンペーンです。若年層がダーツを知り手軽に楽しめる環境として、学校の部活動や地域のスポーツクラブに着目しました。何か新しいことをしたいという生徒や先生を募集し、ダーツ部設立に関わる知識や用具などを提供し、部活動設立のサポートをしました。現在、5つの学校で部活動や同好会が設立、6つの学校で設立に向けて交渉が進んでいます。設立したダーツ部の中には、ダーツのプロ選手が指導と活動をサポートしている学校もあります。ダーツのプロ選手は全国に多数おり、他地域でもアドバイスや協力を仰ぐことが容易な環境にあります。我々の取り組みの2つ目はスポーツダーツ競技大会の実施です。日々の練習の成果を発揮する場や日々の練習の目標となる場として、小学生から高校生を対象とした大会を開催しました。作ろうダーツ部応援キャンペーンで創部したダーツ部員のほか、普段は地域の児童館で練習している生徒など、中高生の部は22組44人、小学生の部は10組20人が参加。東京での開催にもかかわらず、茨城県や広島県からの遠征もありました。参加者の中には昨年のプレ大会を知り、今年の大会を目標にして練習してきたという生徒もいました。この大会を通してダーツをする同年代のコミュニティが生まれ、参加者は仲間やライバルの存在を知ったことで、ダーツを継続するモチベーションになったようです。現在はこれらの取り組みで生まれたコミュニティを絶やさないよう活動を続けています。ダーツは遠隔で対戦することができるので、競技大会に遠征した生徒も巻き込んで学校対抗戦や練習試合を計画しています。またコミュニティを世界に広げる活動も進行中です。競技大会の上位入賞者で日本代表チームを組み、香港の中高生チームとのリモート試合も実施しました。将来的には参加国数を増やし世界大会を開催する計画もあり、世界大会に出場するために日本代表になることがダーツをする若年層の上位目標となることが我々の目標です。ダーツを始めるきっかけから競技大会への参加、日本代表になり世界大会に出場することまでの道筋を作り、ダーツをする若年層の参加意欲を高め、生涯を通じて参加できるスポーツとしての地位確立を目指し、今後も活動を続けていきたいと思っています。以上、株式会社ダーツライブ様のスポーツダーツプロジェクト活動作ろうダーツ部応援キャンペーンとスポーツダーツ競技大会についてご紹介いたしました。続きましては、株式会社パナソニック ITS 株式会社様の2022年度職場対抗ウォーキングイベントについてご紹介いたします。私たちパナソニック ITS は人と社会をつなぐという経営スローガンのもと、事業活動を通じてさまざまな社会課題と向き合い、持続可能な社会の実現を目指してまいりました。 SDGs や健康経営の取り組みをはじめ、2020年度からは始動した北海道室蘭市の MARS プロジェクトでは、誰もが移動に困らない地域社会の創造に取り組み、従業員全員が共通の意識を持ちながら一歩ずつ着実に歩みを進めています。2021年度に初めて経済産業省が表彰する健康経営優良法人に認定され、さらなる従業員の健康増進につながるよう、人事制度や
福利厚生の改善や各種健康イベントの開催を継続的に行ってまいりました。その結果、健康経営優良法人に過去2年連続でホワイト500の認定をいただきました。本年度も健康経営優良法人2024の継続認証に向け取り組んでいます。毎年恒例となった健康イベントとしては、外部講師をお招きした健康に関するセミナー開催のほかに、社員手作りの健康推進ニュースの発行、健康豆知識の共有、体力測定イベントなどがありますが、今回紹介させていただくのは職場対抗ウォーキングイベントの取り組みとなります。このイベントでは1ヶ月間で歩いた歩数を集計して個人ランキングと団体戦ランキングを視覚的に公開して、歩くことに対する動機づけを行っております。2022年度は取引先にもお声掛けをして10社164名が参加、従業員参加人数630名、参加率 88% と合わせて総勢794名で実施しました。団体戦ランキングの公開方法としては、単にグラフで歩数を比較するだけでなく、東海道53次の各宿場に対してどこまで進んだかで表現して、視認性を上げて社員の興味を引く工夫をし、個人戦についても全国ランキングをグラフで公開だけではなく、毎月トップ10のランキングも顔写真入りで公開して、歩くことに対する意欲をかきたてました。またウォーキング中に撮影した自慢の写真を公開する場を設けて、普段からそんなに歩くことに興味を持たない従業員にも気軽に参加していただき、参加人数を増やすことができました。過去の例としては、みんなで月を目指そうというテーマで、参加者全員が歩数を合計して一人当たりあと何歩歩いたら月に到達するのかと歩数数値を具体化することにより、視認性が高まり非常に盛り上がりました。このようにイベントを盛り上げるためのユニークな取り組みを毎年工夫しながら、社員の参加意欲を盛り立てているのが特徴です。この取り組みの成果として、イベント期間中の参加人数の増加や社員一人一人の歩数の増加、それに加えてイベント終了後も日常生活の中で積極的に歩くことを意識する人や健康増進を意識する人の割合を増やすことができました。アンケートではウォーキング以外のスポーツ大会の開催を期待する声も多く、今年は6年ぶりに大運動会の開催や、昨年に引き続きフットサル大会や5時間耐久リレーマラソンへの参加も予定しています。今後の展望としては、室蘭のマーズプロジェクトをきっかけに、地方創生でお年寄りが外出して歩く機会を作るなど、活動範囲として社外にも目を向け、スポーツ実施率の向上に取り組んでいきます。この度は誠にありがとうございました。以上、パナソニック ITS 株式会社様の2022年度職場対抗ウォーキングイベントについてご紹介をさせていただきました。続きましては、団体部門優秀賞を受賞されました団体様より、一般社団法人汽水会様の障害のある人の定期的なプール活動健康づくりをご紹介いたします。一般社団法人汽水会です。この度は私たちの障害のある人のプールにおける事業に対し、大変栄誉ある賞を賜り、心より御礼申し上げます。スポーツ庁における令和4年12月に実施の障害児・障害者のスポーツライフ調査によると、週1日以上のスポーツ実施率は20歳以上で 30.9%、 7歳から19歳で 35.3% からとあり、
年々増加傾向にあるものの、障害のない人の実施率 52.3% と比べるとかなり低い数字です。また障害のあるものが利用しやすいように配慮された障害者スポーツ施設は全国で114箇所、文部科学省2016しかないことを鑑みると、障害のある人々がスポーツを楽しむための門戸は開かれているとは言い難い現状にあります。特にプールでの活動は障害のあることで危ないのではないか、プールなんてもう無理と本人もご家族も諦めてしまうケースを多く目にしてきました。しかしながら、安心できる施設環境のプールを利用することやサポートする人の存在があれば、水中の特性により思いのほか自由に動くことができ、また泳ぎにチャレンジすることも可能です。障害のある人にとってプールは水に入れただけでも自信になり、物事へチャレンジする心のきっかけを作る場なのです。本事業は交通事故など脳血管障害による偏麻痺や先天性の脳性麻痺など後遺症のある障害のある人を対象に、定期的にプールに入れるよう活動の場と機会作りを定着させることができました。1回40分、内容は当法人のアビリティエクササイズと名付けた水中リラクゼーション、水中ストレッチ、筋力運動、泳ぎへの導入、これらをそれぞれの状態によって合わせ組み合わせて実施します。またプールでの活動をしたいと願う地方の団体、千葉県松戸市、島根県出雲市へも出向き、サポート者の育成のための講習会と体験会を行いました。年に数回ほど障害のある人のためのスポーツイベントはありますが、各地域の中で当たり前のように定期的にスポーツを楽しむ場と機会は大きく制約されています。私たちはコロナ禍においても活動を続けたいという参加者の声を重んじ、安全に配慮しながら活動を継続することができました。地域にある既存のプールを利用することで誰もが参加でき、同時に活動を持続可能なものにするために、一緒に楽しみながらサポートできる人材の育成が必要です。初回から一緒に楽しみながら参加することで、互いが一緒にスポーツを楽しむ仲間になります。活動を毎週定期的に継続することで、参加者から体力がついた、プールの帰りは杖歩行の足が軽い、陸上ではできない動きがプールでは簡単にできて楽しいなど、嬉しい感想をいただいています。多くの資金をかけなくても地域にある既存のプールを利用し通いの場を作ることは、障害により併発する二次的健康被害を防止することにもなり、大きな必要性を感じています。今回の受賞を励みに、一人でも多くの障害のある人が当たり前に定期的なスポーツ活動の場を得られるよう、私たちの支援技術を日本全国の地域や団体と共有しながら活動に力を注いでまいりたいと考えています。本日はありがとうございました。以上、一般社団法人汽水会様の障害のある人の定期的なプール活動、健康づくりについてご紹介をさせていただきました。続きまして、岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部様の大垣北ジュニアベースボールラボ、高校生が作る未来の地域スポーツについてご紹介いたします。皆さん、はじめまして。岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部です。この度は優秀賞に選出していただきありがとうございます。本校は令和6年度に学校創立130周年を迎える
長い歴史と伝統を有する普通科高校です。野球部も創部125年を迎えます。大垣北ジュニアベースボールラボは岐阜県大垣市が 策定している大垣市未来ビジョンがきっかけとなりスタートした地域課題解決に取り組む活動です。野球部員が小中学生の運動能力、運動時間の低下に関する新聞記事を見たことがきっかけで始まりました。コロナ禍により加速した小中学生の運動離れは地域のスポーツ少年団の団員数減少にも影響を与えています。市の野球少年団に登録している小学生は直近10年で3分の1まで減少をしました。少子化が進行し、かつコロナ禍により運動時間減少、加えて少年団加入状況も悪化しました。このような現状を受け、全国の高校で実施されている総合的な探究の時間を通じ、企画立案をし、部員同士で案を練り動き出しました。ラボは 2,3 週間に一度、平日の放課後の時間に実施をします。事前に ID 登録をした小学生がマネージャー作成の ID カードをぶら下げ来校します。当日の動きはメニュー考案も含め、すべて高校生が主導で行います。ウォーミングアップではベースボール5、体力テストが近い時期は50メートル走や立ち幅跳びのメニューが配れました。陸上部の部員もラボに参加し、走り方、トレーニング方法を伝えるなど、他部の協力も得られています。シーズンに入れば実践練習、オフシーズンには基本的な練習やトレーニングの要素も取り入れた遊びなど、時期に応じたものを実施しています。疾走タイムを正確に測定する高電感センサーや、投手の球速や質を測定する機器ラップソードを活用し、小学生の能力の現在地を知り、必要となる練習やトレーニングの考案へとつなげています。その他にも高校生とともに勉強をする時間、野球に関するルールや知識を学ぶ座学の時間も取り入れています。練習の最後にはミーティングを行います。褒めるだけではなく、話の聞き方、切り替えの仕方、継続することの重要性などを大人ではなく高校生から伝えています。ラボの特徴は年間を通じて継続的に成長をサポートするシステムです。当初小学校2校、 ID 登録者50名で始まった取り組みですが、現在では小学校14校、 ID 登録者は130名まで増加し、これまでの実施回数は17回、参加者は延べ550名を超えました。ラボの取り組みは小学生や高校生の日常に変化をもたらし、運動能力の向上を目指し、地域スポーツの活性化を図り、小学生高校生の成長を促します。スポーツや学習に対する内発的動機づけから継続したくなるシステムや日常を作ります。近年の情報環境の充実、効率的な学びによって高校生が持つ可能性は無限大であり、地域のスポーツ発展に大きな貢献が可能であると考えます。高校が地域のハブ的な存在となり、環境と人材を駆使し、地域と密接なつながりを構築していくことが各地域で実現することを願っています。子どもたちの日常的な運動習慣を経済的な負担を強いることなく、大人ではなく年齢の近い高校生がきっかけを作り、学校全体で受け入れる体制を作ることができれば、将来の子どもたちの成長は大いに見込めます。長きにわたる歴史と伝統を受け、
これらのスポーツ界のさらなる発展につながる取り組みを今後も継続していきます。この度はありがとうございました。以上、岐阜県立大垣北高等学校硬式野球部様の大垣北ジュニアベースボールラボ、高校生が作る未来の地域スポーツについてご紹介をさせていただきました。続きまして、自治体部門優秀賞を受賞された団体様より、森山市様のレイクビワトライアスロン in 森山についてご紹介いたします。滋賀県森山市は滋賀県の南東部琵琶湖大橋のふもとに位置し、人口約 8.5 万人、面積55平方キロメートル、市内各地でホタルが飛翔する水環境、田園風景や琵琶湖を有するほか、良好な医療・教育環境にも恵まれ、京阪神のベッドタウンとして人口増加基調にあり、特に30代から40代の子育て世代、学生や子どもと若い世代が多い活気あふれる町です。2015年地方創生の柱に、自転車を軸とした町づくりの実現を掲げていこう、日本一の湖琵琶湖を自転車で一周する琵琶市を軸に観光振興を進める中、2019年国土交通省から第一次ナショナルサイクルルートに琵琶市が指定されたことも背景に、国内外からサイクリストの訪れる日本の人気のコースの発着地の町として盛り上がりを見せています。地域に向けても、市民や市内事業者への自転車購入補助制度を2016年度から継続して実施するほか、2023年で8回目を迎える市内の自転車で市内を自転車で周遊する森市スタンプラリーは、毎年500人が参加する秋の人気イベントとして定着するなど、地域の高齢者や親子など多世代が自転車を通じスポーツに参画できる地域の意識醸成にも取り組んできました。2021年からは、行政や民間、地域で連携して実行委員会を組織し、レイクビワトライアスロンと題してトライアスロン大会を3年連続で開催しています。この大会は琵琶湖や美しい田園風景をコースとして、コンセプトを最高の挑戦、全員が主役と掲げ、スポーツの素晴らしさを伝えることはもちろん、大会開催が人の挑戦を受け入れ、ダイバーシティ&サステナブル実現につながる点にも注力していることが特徴です。参加者数は年々増加し、業界で有名なトライアスリートはもちろん、老若男女、国内外から多様な世代に参加いただくほか、重い病気を抱える方や義足の選手といった他の大会では参加が難しかった方々も安全に参加できる仕組みを整えてきました。さらには大会実施前の夏休みには、大会の主会場を舞台に小学生を対象に水泳とマラソンで構成されるアクアスロンも開催し、親子世代への情報発信や将来的な競技人口増加も目指した活動も実施しています。大会の開催は地域や社会にも大きく影響をもたらしました。宿泊消費への地域経済波及効果に加え、地域住民や地元学生、県内外からの企業の賛同者も増加し、大会の成功を支えるとともに、特に環境意識の高い県民性を有する滋賀県での開催を受け、市と大会、協賛企業が連携して輸送効率化や競技実施時のごみ削減などのサステナブルな活動を推進したことで、選手、地元、企業などから参画してよかった、また来年度も参加したいと高く評価を受けています。現在2024年
10月20日の第4回大会開催に向け、官民そして地域を挙げて取り組んでいます。2025年からは滋賀県では国体、関西では大阪万博を控える中、こうした機会も生かしながら国内外に誇るトライアスロン大会の実現と、関わるすべての人々にとって最高の挑戦、全員が主役を実現、さらには守山市、滋賀県から自転車スポーツの魅力拡大に向け引き続き取り組んでいきたいと思います。以上、守山市のレイクビワトライアスロン in 守山についてご紹介をさせていただきました。続きまして、東大阪市様のウィルチェアスポーツ推進事業についてご紹介いたします。東大阪市はラグビーの聖地、花園ラグビー場を中心にスポーツによるにぎわい創出、地域活性化を目指すスポーツの街であり、障害の有無や年齢、性別にかかわらず誰もが共に楽しむことができる車椅子スポーツ、いわゆるウィルチェアスポーツを推進しています。2027年に関西で開催予定のワールドマスターズゲームズが、スポーツフォーライフ、人生を豊かにするスポーツを理念に掲げ、世代、地域、文化がつながるをコンセプトの一つとしています。そのコンセプトに共感し、スポーツを通じて誰もが一緒に楽しむことができる社会を目指すため、気軽に安全にウィルチェアスポーツを楽しむことができる専用コートとして、令和3年2月に東大阪市立ウィルチェアスポーツコートを設置しました。現在、東大阪市立ウィルチェアスポーツコートを拠点に、関連団体と共同しながら競技の普及に取り組んでいます。車椅子スポーツといえば、障害のある方のためのスポーツをイメージするかもしれませんが、東大阪市では障害者のみならず健常者も含めて誰もが一緒に楽しむことができるインクルーシブなスポーツ施設として普及を進めています。大きく分けて2つの取り組みを行っています。1つ目はウィルチェアスポーツをする、見るスポーツとしてイベントを開催しています。令和2年11月に東大阪市と一般社団法人日本車椅子ソフトボール協会は連携協定を締結しており、協会と連携し車椅子ソフトボールの全国大会を開催したり、競技発祥の地であるアメリカ代表チームをはじめ海外の代表チームを招致して、市民が特徴的でハイレベルなプレーを見る機会を創出しています。2025年大阪・関西万博に向けての機運醸成イベントとして、東大阪市が花園エキスポを一昨年から開催しています。令和5年は8万人が来場したエキスポと同時開催することで、ウィルチェアスポーツを認知していない層の集客や普及を図っています。また試合観戦で関心を持った人がその場で気軽に体験できるよう体験コーナーを設け、する機会の創出も図っており、このイベント以外でも年間を通してさまざまな観戦と体験を組み合わせた取り組みを開催しています。2つ目は子どもたちへの普及です。市内小学校で授業の一環として、ウィルチェアスポーツコートで車椅子の基本操作や車椅子バスケットボール体験も実施しており、幼少期からウィルチェアスポーツに触れてもらうことで子どもたちの心にインクルーシブな理念が根付くよう取り組んでいます。ウィルチェアスポーツコートのオープン当初は、ウィルチェアスポーツイベントへの参加者はそれまでもウィルチェアスポーツに関心の高い方が大半でしたが、施設の認知度向上とともに徐々に偶然立ち寄った方も観戦や体験に参加してくださるようになり、選手たちとの交流による
新たなにぎわいも生まれています。加えてアウター施策として国内外から選手スタッフが東大阪市に訪れることでスポーツツーリズムにもつながっていきます。また子どもたちへの体験会は平成30年度の開始当初8校からの応募でしたが、令和5年度には29校と参加校が増えてきており、将来的には東大阪市内全51校で実施したいと考えています。今後はウィルチェアスポーツの輪を広めるとともに、ウィルチェアスポーツを通して障害の有無にかかわらず、さまざまな人々がこのコートを通じてつながり、一緒にスポーツに取り組むことができる共生社会の実現を目指してまいります。以上、東大阪市様のウィルチェアスポーツ推進事業についてご紹介をさせていただきました。それでは最後となります。大賞を受賞されました NPO 法人クラブシッキーズ様の地域密着型サードプレイスによる相談参加地域づくりの一体的支援事業についてご紹介いたします。クラブシッキーズは文部科学省が策定したスポーツ基本計画に掲げられた総合型地域スポーツクラブとして2000年にスタート。スポーツやレクリエーション、文化活動などを通じスポーツと福祉を融合したまちづくりをテーマに、市内外でさまざまな事業を展開し、今年で24年目を迎えます。みんなのあったらいいなをプログラム化し、気がつけば25を超える多チャンネル型となり、いつもどこかで黄色いのぼりを目印に活動しています。地域住民のご理解や応援をいただいて、2012年から9年間空き店舗活用のシッキーズステーションを開設し、コミュニティカフェの運営やお泊まり会の実施など場の持つ力を十二分に発揮していた時のコロナ禍でした。早期の収束は無理と判断し、小規模分散屋外での巡回常設型地域サロンに移行、シッキーズステーションもコーポに移転し、継続の形を貫いたのです。形を変えながらも町に暮らす人と共にあることを追い求め、いつも今できることを考え、アクションを起こす。それは暮らしの現場で日々繰り広げられる日常に寄り添うことでした。コロナ禍における自粛生活によるフレイルの進行、社会からの孤立、孤独に悩む人の増加、人間関係の希薄化など見えてきた課題に一つずつ丁寧に対応してきた取り組みが、2021年から現在まで続くサードプレイス事業です。具体的には、小学校体育館を会場とした多世代参加型の体力づくり、屋外開放空間、町内会館を会場とした地域サロン、放課後の居場所事業です。どなたでも立ち寄れ、2021年度2736人、2022年度2557人の参加がありました。参加費は1人500円またはお気持ち料募金です。多世代参加型の事業を日常的に開き続けてきたことにより、運営を若い世代が担うようになりました。また町内会や地域住民と協力して実施することにより、クラブの活動趣旨を理解していただき、クラブサポーターが増え続けています。地域活動はあるもの探しと言われます。シッキーズは暮らしの中に息づいている宝、すなわち町の人も場所もいるしあるを面白がって探していると言えましょう。地域での顔見知りを増やし、
元気な挨拶の声が響く四季の町にするため、スポーツの力は絶大です。スポーツをする見るはもちろん、支える意識が芽生え、やがて喜びに変わります。仲間がいるから会いに行く、名前を覚えた子が出るから少年野球も見に行く、そんなきっかけが行動の変容を生み出しています。多チャンネルであることが多様性を受け入れ、共生社会の実現へと歩みを進めることにもつながります。スポーツやレクリエーションはコミュニケーションツールとして高品質です。スポーツインライフ、スポーツが暮らしの一部となり、人と人とをつないでいきます。以上、 NPO 法人クラブシッキーズ様の地域密着型サードプレイスによる相談、参加、地域づくりの一体的支援事業についてご紹介をさせていただきました。改めまして、スポーツインライフアワードに取り組んでくださいました団体の皆様、ありがとうございました。それでは最後となりますが、審査員総評を行わせていただきます。審査員の皆様はどうぞステージまでお願いいたします。ご登壇くださいませ。それでは阿部様から順番に総評をお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました阿部と申します。昨年も登壇させていただいたんですけれど、いつもは千葉県の中ですね、千葉大学で学生たちと一緒に地域、地方部の方でですね、中心で活動しております。まずもって今日受賞されました皆様、本当におめでとうございます。そして素晴らしい取り組みを本当教えていただいた、知らせていただいて本当に感謝する次第でございます。今後の活動、私自身の活動のフィールドにも使えるのかな、そのような事例ばかりで本当にありがたく思っております。で、ちょっと私事入ってしまうんですけれど、実は私おととい、都心で大盛り上がりをしたマラソン大会に走らせていただきました。ご承知の通り、もう観客の方の応援ですね、あと関係者、ボランティアの方のサポート、あとはもう何より今回3万8000人のうち1万4000人ほどが外国人の方がいらっしゃったということで、本当外国の大会走っているような陽気で楽しく走らせてもらいました。まあ、今回こういう、まあ、前半の今日お話を聞いて、まあ、なるほど、こうする見る支えるが、さらに言うと見てる人の気力とかにもつながってるんだな、そんなようなことも今日の前半部分感じたところでございます。まあ、その中でですね、今日お話聞かせてもらった中でキーワードを多分健康経営、あとはまあサスティナブル、あとはユニバーサル、もう一つ最後いろいろありました、若者たちのなんていうんですかね、活躍っていうのが今年今年度すごく目立ったな、このような印象があります。まあ、私自身もいろいろと学生と一緒に行ってますので、若者への指導というか、まあ、指導じゃないですね、いろいろ教わりながら僕も一緒にやっております。もうその中、本当最後の、大垣北高校さん、本当にあれは高校生の皆さん考えたんですよねっていうぐらい、本当にうちの大学生にも教えたいぐらいの素晴らしい取り組み、事例だったと思います。まあ、今後本当に機会あればぜひもう卒業しちゃうのかな、来年ぜひ千葉大来てくれば一緒に活動してもうビジネスにしちゃおうじゃないかぐらいのですね、本当素晴らしい表彰できるものかと思います。スポーツ庁さんなので文部科学省の所管でもあります。そういう観点からすると もしかすると大学生部門、高校生部門なんか来年部門でできちゃうかもしれない、そのぐらいの可能性をすごく感じた、取り組みだったと思います。まあ、もう一つ私事つながりで申し訳ないんですけれど、やはり森山氏さんにこちらの大会、実は昨年の大会私自身また参加しておりまして、そこの取り組みも拝見しました。
ここはあの大会だけじゃなく、先ほどあったように市の総合政策的にいろいろな方々があの取り組まれてます。そういった部分のですね、今後自治体部門総合的な視点でのサポートというか、スポーツによるまちづくり、このようなものをもっと促進できればいいな、まあ、そういう意味では今日本日の全部の取り組みですね、今後横展開、他の地域で展開していくこと、そこの先進事例として素晴らしいものだったな、これをやはりYouTube でも配信されていると思います。うまく活用して今後につなげていけばいいかなと感じたところです。まとまりませんが、私の総評とさせていただきます。ありがとうございました。はい、続きまして、審査員を務めております体力医学研究所の甲斐と申します。まずは本日受賞された皆さん、誠におめでとうございます。私はですね、運動疫学を専門にする研究者で、主に公衆衛生や産業衛生の領域でですね、研究活動を普段行っております。特に産業保健の方でですね、研究をしている関係で企業の現状について少しだけお話をさせてください。本日の発表を聞くと、わあ、やっぱり企業さんがですね、スポーツ実施サポートすごく盛り上がってるんだろうなっていう印象だったかと思います。で、私自身はこの企業の中でですね、スポーツを実施する取り組みを、支援、従業員がスポーツを実施するということを支援する取り組みって全国でどのくらい行われているのかなということで、約10年前からこう定点的に実は全国調査をしています。で、昨年全国調査をしました。で、全国の上場企業全社にアンケートを送って、そういう活動をしてますかっていうのを聞いたんですが、このスポーツを支援する取り組み、実施を支援する取り組み、何割ぐらい行われていると思いますか。上場企業なので基本的にはもうしっかりした企業さんばかりなんですが、何割ぐらいだと思います。実は3割なんですね。で、これ10年前からこんだけ健康経営が盛り上がってるから、もっと増えて3割かっていうと、実はそうじゃなくて10年前から3割なんですね。ほとんど動いていないっていう現状があります。で、しかもこの3割の方々に、効果とか課題とか聞くと、もう課題はほとんど共通してます。やればいいのは分かってる、でもなかなか従業員が参加してくれないんです。もっと言うと、仕掛け手側として参加してほしいと思っている人が参加してくれない、いわゆる今日も少し出てましたが、健康に関心の 薄かったり運動不足の社員のことだと思います。で、つまりこの特に働き盛り世代のスポーツ実施率を高めるには、やっぱり企業がサポートしてくださるって、職域がサポートしてくださるってすごく大切なことなんですね。でも、そもそもやってるところが少ない、やってるところもどうやって広めていいかわからないっていうことが実は課題なんです。で、そこへ行くと、本日発表いただいたところはですね、もうありとあらゆる手を尽くして社員のスポーツ実施率を上げようとか、あと 88% でいらっしゃいましたっけ、社員のとか、あとは取引先にも広げてるとかですね、まさにこう広げていく、裾野を増やすということにものすごく苦心されていて、本当に私から見ると成功事例なんですね。先ほど実は公衆衛生というか地域保健でも一緒で、先ほど東川町町 の話もありまして、素晴らしい、やった人はすごく継続してすごくいい結果が出た、ただ100人募集しようと思ったけど100人来なかった。実は同じことで広げるっていうのがものすごく難しいっていうのが現場では行われ課題です。で、それも今回対象、受賞された皆さんすごく苦心して、いかにいろんな人にスポーツの場をや機会を作っていくか、まさにソフトハード両方にわたる環境整備だと思います。地域でも職場でも、ぜひこの広げていく、スポーツ参加を広げていくという環境づくりをぜひこれからもやっていただきたいと思いますし、成功事例どんどんこういうところに出てきてですね、社会に向かって発信していただければと思っています。以上です。ありがとうございました。はい、続きまして岡山大学の高岡と申します。スポーツドライブというスポーツまちづくり会社もさせていただいてます。1分って言われてるんですけど、
審査員をやってるのがみんな楽しくてですね、思いが溢れちゃって誰も1分を守らないっていう、そういう総評になっております。で、審査員もですね、実に多様で、もう東京マラソン走られる方もいれば、スポーツ実施率、人にこう運動やスポーツをしてもらうにはどうしたらいいかって考える人もいれば、スポーツと街のことを考える人間もいて、私は1日3000歩も歩かないノースポーツライフな人間ですけども、そういう人間がですね、こうオンラインでやんややんや言いながらですね、審査をさせていただきました。大垣北選んでよかったなって、ちょっと本当に挨拶は誰よりも上手でしたね、挨拶。はい、嬉しく思いました。私の立場としては、先ほど申し上げたようにスポーツまちづくりの視点で評価をしています。今日は皆さんもう受賞されてですね、打ち上げで美味しいビールを飲んで引き続き頑張ってくださいということですが、これから応募をされようと思われている方に向けてお話をさせていただくと、ともするとですね、スポーツをやってもらうにはどうしたらいいか、続けてもらうにはどうしたらいいかっていう、いわゆるスポーツの振興のところを皆さん多くの応募のプロジェクトですね、考えられてましたが、大事なのはインライフのところですね。スポーツやるだけだったらスポーツアワードでいいわけですけど、スポーツインライフアワードです。でライフって結局人の人生とか暮らしとかで、それを取り巻く社会とか街をこう背景に持ったものですね。そういう視点から考えると、スポーツって人生とか暮らし抜きには考えられないはずで、そういう意味でスポーツ振興っていうのはスポーツの振興だけでは成立しないっていうことです。その人の人生や暮らしっていうことを、あるいは街っていうことを考えていかないとスポーツ振興はできないはずで、そういう意味で、これからのこうスポーツ振興っていうのは人生のデザインだし、暮らしのデザインだし、街のデザインだろうというふうに思っています。今回受賞された取り組みはですね、基本的にその広がりを持っているものだなというふうに思ってます。それが意識的意図的に仕組まれたものか、我々審査員の側でこれは相当大きな波及効果があるよねって読み取った部分ももちろんありますけども、大垣北の高校生が子どもたちに向けてこういうことをやりましたっていう裏側で、彼がクオリティの挨拶ができるように成長したっていうのはものすごく大きなことだろうというふうにも思います。これから応募を考えられている方はですね、スポーツ活動、運動やスポーツを核にしてかなり大きな広がりの中で、取り組みをぜひデザインしていただきたいなというふうに思います。本日は皆さん誠におめでとうございました。皆さんお疲れ様です。兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学、それから日本ヘルスム振興機構の役員をさせていただいております、高橋信義と申します。君がなぜここにいるのかみたいなところあると思うんですけども、昨年も立たせていただきました。私の専門はスポーツ健康科学×経営学でございまして、スポーツ健康に関するサービス品質みたいなものをですね、実は研究をさせていただいております。さて、私は総評の最後ということで、皆さんがですね3分くらい話されたので、手短にいきたいと思うんですけども、感動したことを端的にお伝えしたいなというふうに思います。それはですね、皆さんがスポーツを通じてライフパフォーマンスの向上というところはあると思うんですけども、社会課題に徹底的に向き合って、これだけ言うとね当たり前だろうってあると思うんですけど、逃げずに続けられ、さらには共感を得ながら拡大させている、これにはすごく感動しましたね。審査させていただいている中でいろんな資料を拝見しましたし、少しいろいろこうイメージ持ちながら来たんですけども、先ほど の発表も聞かせていただいて、すごく感動しました。もうこれ以上ないかなというふうに思います。これを通じてまさに今日はアワードの場ですけども、スポーツの価値を高め広げて間違いなくいる活動だなというふうに思いました。これ受賞団体すべての皆様共通の部分だというふうに思います。ぜひ今後はですね、受賞団体の皆様が指導してくださって、
いただいてですね、スポーツの、さらなる進行、それからこのスポーツインライフプロジェクトの進行にエヴァンジェリストとしてご貢献いただけたら幸いでございます。簡単ですが私から以上になります。大変この度はおめでとうございます。どうもありがとうございました。審査員の皆様ありがとうございました。それではご講談くださいませ。以上をもちまして令和5年度スポーツインライフプロジェクトコンソーシアム総会第3回スポーツインライフアワード表彰式を終了させていただきます。本イベントは後日スポーツ庁の YouTube アカウントにてアーカイブ配信を予定しております。またスポーツ庁およびスポーツインライフ推進プロジェクトの公式 SNS にて本日の様子を掲載いたしますので、リポストでのご投稿やホームページへの掲載等にご活用ください。それでは YouTube にて配信をご覧の皆様はこれをもちましてご視聴終了となります。これからもスポーツインライフを皆様どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。